こんにちは。 AMD Streamer チャレンジへようこそ。この番組は HP、EPOS、そして Secretlab のスポンサーが提供しております。そして番組は AMD と Eliphant が主催しております。ありがとうございます。そして私自身、はい、今回の司会を担当させていただきますハイテンション外人、略してハイガイと申します。よろしくお願いいたします。 Hello Hello ということで、この配信はマルチ言語で提供しておりますので、もしあの amdgaming.gg/live に行けばお好きな言語を選択することができます。今回は日本語と韓国語となっておりますので、楽しみにしててください。そしてね、今日のゲームはバロラントでございます。まあ我々の HP ストリーマーたちがね、ファンと一緒に数々のチャレンジをしていくということで、もうおなじみでございます。皆さん分かっておりますよね。 Everybody knows what's going on today, so it's gonna be super exciting ということで、今回にね、全てのチャレンジ今回打ち勝つことができれば、優勝チーム一人一人になんとこちらオーメンの X25F ゲーミングモニターが贈呈されますので、これは結構大きいでございますよ。そして今回に限りでございますけども、ファン MVP 一番活躍したメンバーにはなんとこちら、私も座っているシークレットラブズのこちらの椅子が提供されるのでございます。だから皆さん、本当に参加者の皆様も頑張ってください。そしてでは早速もう最初のチャレンジを行ってみましょう。今回の最初のチャレンジはスパイクラッシュマスターでございます。こちらでございますね。どういったチャレンジかというと、60分以内にスパイクラッシュを3回クリアしてしなくてはいけません。ただし同じキャラクターを使ってクリアするのではなくて、必ず別のキャラクターで3回クリアしてください。なんか別々のキャラクターでございますね。なので皆さんこちら楽しみでございます。そしてこちらのチャレンジの勝者には、勝利に導いたメンバー一人一人に HP オーメンリアクターマウスが贈呈されます。こちらのマウスでございますね。そのWe're gonna be giving out these mouse, HP Omen Reactor mouse. こちらでございます。なかなかかっこいいマウスでございますね。いい顔もついてるんじゃないですか。Nice, nice looking. そして、まあ、HP といえばですよ。HP といえば今回の
HP 選択ストリーマーたちを紹介させていただきましょう。 Let's go ahead and introduce them。 まあ日本ではねもうみんな知ってるんですけれども紹介させていただきます。今回もう年は今年で5兆1歳になりました。独特な笑い方で笑い方でケトルとファンに愛を込められて呼ばれている配信モンスター天野ピカミーということでね、すごい頑張っていただきたいなと思っております。はい、ということで We're gonna go ahead and introduce these streamers。 そうということで今回天野ピカミでございます。そして今回韓国代表は前回と同じ、ソン・オチアン選手でございます。韓国からの天才的 FPS プレイヤーとなっております。そして彼らはみんななんと使用しているパソコンは HP PC Powered by AMD Ryzen ということで、こちらの PC を使用しております。彼らが使用しているパソコンに関しては AMDGaming.gg に詳細書いておりますので、ちょっとピカミと同じパソコン使いたいなとか思ってたらこちら調べてみてください。そしてね、まあ、今回、参加できなくてももし他のチャレンジにも参加したいっていうのは来週も、ありますので、一応 AMDGaming.gg で応募することはできますが、来週はピカミー選手は参加しないので、ピカミー選手と遊びたいの場合はちょっと今は、もう AMD ゲーミング応募してももうピカミーさんとは遊べないので、今回がラストメンバーとなっておりますので楽しみでございます。そして私こちらのヘッドセット、まあやはりねこちらの番組すごいいろいろなスポンサー様からの提供で行われております。そのスポンサーの一人がこちらのヘッドセット、 EPOS ヘッドセットでございます。こちらの EPOS ヘッドセット600シリーズ、めちゃくちゃノイズキャンセリングが強くて、これ着てるともうマジで何も聞こえなくなってしまって、僕の声がどんどん大きくなってしまうんですけども、それぐらいゲームにのめり込むことができる素晴らしいヘッドセットなんで、ぜひお買い求めください。ということで、ね、皆さん今回のチャレンジはね、もう初っ端からねピカミー選手に伝えました。もしスナイパーキルをどのチャレンジでも行うことができれば、私の赤スパチャバージンをピカミーにねお渡ししたいと思っておりますんで、楽しみにしております。 So guys, I promised Pikamee from the get-go that if she gets a sniper kill, I will give her a red super chat. And I actually never given any red super chat in my life. I have donated to like Twitch streamers or something like that, but I never really had done a red super chat. So let's see ifPikamee can get pop my cherry on my red super chat today. That's gonna be super, super exciting. ということで、本当に楽しみでございますね。この赤スパチャ、とうとう今日初めてお渡しすることができればいいのかっていうことはね、わからないんですけれども、まあ楽しみにしていきたいと思っております。そう、ということでね、今、まだ皆さん準備中でございます。Everybody's still getting ready, so...本当にね結構長い戦いになります。お、準備ができたらしいです。 It seems like she is ready ということで、早速見てみましょう。どうぞ。じゃかじゃん。あ、もうすでに赤スパチャの話をしておりますね。 She seems like she is really happy and looking forward to that red super chat. さて、もう早速もう赤セージをね使っております。今回はとりあえず3回とりあえず勝てばいいということなんですよ、60分以内に。なので、まあ今回どうなっていくかっていうところでございます。相手側も強いメンバーが入っていくか弱いメンバーが入ってくるかっていうところもちょっと入ってくるので、ちょっと楽しみでございます。 OK ということで、早速始まっております。 She has Sheriff。 さあこちらやっていくんでしょうか、楽しみでございます。All right. さてさて、ピカミー選手、みんなと一緒に行って、みんなとよろしくの挨拶でございます。さてさて、まっすぐ行っておりますけれども、おーっと見えなくなった。
見えなくなっておりますけれども、眩しいけれども大丈夫、とりあえずまっすぐ行っていくけれども、とりあえずみんなはまだ死んでいないけど、まだ眩しい、まだ死んではいない、誰も死んではいない、いい感じでございます。壁を上げるのか、壁を下げ、おーっと味方が一人ダーン、そってとりあえずこちらで壁を上げさせていただきました。怖いでございます。ですが大丈夫でございましょうか。 One member down, enemy still alive, we will see if she can prevail。まず射的からスタートでございます。おっと敵を2人倒した、敵を2人倒しております。 They have defeated、 Oh my goodness, there's a bomb。 おっとここで2回爆弾に当てられてしまいました。 Two deaths and this is the one and last。 こちら負けてしまいました。ですが惜しかった、惜しかったぞピカミー選手。さあ次に、おコメントでナイスと皆様に、あチャット打てないけれども、まあとりあえず口でナイスナイスと言っていただいております。ママミーと呼んでもいいんでしょうか。一緒にゲームプレイをしていると本当にもうポジティブシンキングっていうかなというか、本当にもう頑張って頑張ってっていつもいつも褒めて伸ばすタイプなんでしょうね、ピカミー選手。あのお母さん的なあり方をちょっと見てしまうというか、なんというか。そしておっとなんか鳥が飛んできたぞ、鳥が飛んできたところでどこまで行けるか。お敵を倒すことができていれば、あと4、相手はあと4人、こっちはまだ5人、爆弾を投げられて残念ながら1人アウト、2人アウト、そして相手も1人アウトで3対3になっております。さあこちらでピカミー選手狙うことができるか、任せろとピカミー選手、私できますと。 I got your back, let's see if ピカミー can definitely kill one。 おーここでなんとピカミー選手スパイクを設置中、誰も見ていないところにスパイクを設置、おっと後ろから攻撃された、なんとスパイク一応置いてしまっているけれども解除されている最中、解除されてしまったらもうアウトですけれども、さてまっすぐ行った方がいいかもしれないけれども大丈夫か。相手の方はまだ倒れている、まだ解除はできていないようだ、解除はできていないようですが、どこまでいけるか。おっと撃たれた、こちら撃たれてしまった最後の一人ですが、これはもう少しで、おっと銃で敵を倒した、解除されない、これは解除されないんじゃないか。ナイスプレイでございます。ここで解除されなければ、ギリギリ解除されなければ大丈夫か。クラッチでございます。こちらでワンウィン入りました、いい感じでございます。出だし好調、こちら最終ラウンドになっております。スーパーワンダフォー、さあ置いてよかったとピカミー選手、ナイスでございます。オーリンを持っている、今回はスナイパーライフルは持ってないということで、僕の財布的には優しいマッチとなっております。さあピカミー選手壁を上げるのか、相手からはどん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 撃たれておりますけれども、敵はまだ死ん、あ敵は1人やられておりますね。ピカミー選手とそのチーム名は1人倒して、なんとピカミー選手横から撃たれてしまいました。そしてどん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 みんなやられて、とうとうラストマン。さあこちら生き残ることができるのか、残念ながら生き残ることはできませんでした。もう大量に撃たれてしまいまして、もう弾幕の嵐でございました。こちらケトルラフがどん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 沸騰しております。さあ制限時間内に勝てばいいということでございます。こういうことを言っているとどん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 負けてしまいます。調子乗っても大丈夫なのかピカミー選手。 Are you alright? Just saying, oh no, we can just win three times within the time limit. We got 60 minutes. Are you sure, ピカミー? Are you sure? おっと、ここでプレイスするのか、プレイスできませんよ。今回あのディフェンダーなんで。 You are defender, ピカミー. You cannot place the spike right now. おっと、こちらはナイスショットでございます。相手が見えてないところを横からシュートシュート、そして暗いところが残念ながら打たれてしまいました、死にました。暗いところからどんどん打たれておしまいでございます。さあこちらスパイク設置完了してしまいました。あとはスパイクを残念ながら打たれました、残念ながら打たれてしまいました。惜しかったでございます。今回マッチポイントでございます。勝つことはできるのか、それとも今回はとりあえず
負けて次の試合にかけるか。Let's see. This is a match point. Would she want to win this or actually just purposely lose and go to a next match? We'll see what she'll do. さて、どんどんスタート始まりました。まっすぐに行くか、まっすぐ行くか、こっそりこっそり守っているけれどもショットガンでございますから、ちょっと相手に近づかないと敵を倒せない状態でございますけれども、大丈夫かピカミー選手。おっと、嘘と、あっち行こうとして後ろから撃たれないように気をつけてくださいピカミー選手。おっ、敵か味方がどんどんやられて、残念ながらショットガンがミスってしまいました。これでピカミー選手、おっと残念ながら撃たれた。自分の場所をショットガンで知らせてすぐに撃たれてしまったピカミー選手、残念ながらやられてしまいましたけれども、大丈夫、まだ1時間弱残っております。敵残り1名、なんといつの間にかに味方が結構進んでおりました。おっ、ここでショットガンで敵を倒すことができるのか、残念ながら味方が1人死んだ。いい感じでおりますけど、みんなうまいですが、 HP はギリギリいけるのか、2人ともあと2発か1発食らったらアウトの状態でございます。味方やられてしまったらあかん、あと10秒でございます。スパイク、おっと、こちらギリギリ倒すことができました。ナイスでございます。こちらは逆転勝ちになるかもしれません。 Maybe we might able to、 おちょっと待って、危ないぞ、やばいぞピカミ、みんなスナイパー持っている、みんなスナイパー持っているぞ、これは危ないぞ。 Oh my goodness, everybody has a sniper including Pikamee, that is danger to my wallet. 私の財布が危ないでございます。財布の紐が緩んでしまいます。なんとここからスナイプを狙っている。おっと、暗い、これで狙うことができるかピカミ選手。さあピカミ選手、スナイピングすることができるのか。めちゃくちゃスナイパーが撃たれている。足音が聞こえるけれども、ピカミー選手、おっと爆弾、おっとナイス、ギリギリ当たらんかった。危ないぞ危ないぞピカミー選手、スナイピスパイク設置されてしまいました。おっと残念ながら撃たれました。ピカミースナイパーキルは残念、本当に残念ながらできませんでした。 Unfortunate for Pikamee, she couldn't get that kill. Thank goodness, I'm sorry. 勝ってほしいんです、ピカミー選手には勝ってほしいんです。ですけれども、私の財布もちょっと危ないんです。あのスナイパー以外持っていただければ。おっ、こちらナイスシュート、もう一回打つ、残念ながら入りません。チームメンバーからのスナイプ切りはピカミー選手入りません。そういうのはチートと言います。ピカミー選手ダメですよ、必ず。おーっと残念ながらロストしまいました。惜しかった、とても惜しかったでございます。はい、残念ながら今回は倒すことができませんでした。はい、ですがネクスト、ネクストいきますよ。で今のがこれですね。さあこれだね、さっきのは結構戦績いい感じでございますね。めちゃくちゃうまかったですけど、相手が一人だけめちゃくちゃ神ぐらいうまい人がいましたね。残念ですが、さて制限時間が、ね、今回はビジネスボットマーク2さん、今回 AMD こちらの配信のチャットにもコメントしております。さらに他にもグレッグさん、キスネコさん、そして Twitch アロ、キスネコさんはなん と、配信学校に行っております。声優とあの配信学校の生徒さんでございます。そして Twitch パートナーミミッチの生徒さんでございます。そして Twitch アローはなんとプロゲーミングチームエンライフでございます。まさかの天野ピカミー選手、なかなかの強者がその下で一緒に頑張っているという結果になっております。なかなか楽しみでございます。ナイストライ賞で5000円スパチャー無理です。ミミッチさん、そういうコメントをやめてください。ミミッチさんのコメント saying Oh, why don't we just do a nice try award and, you know, super chat 5000 yen? No, that's not how it works. And no. そういうことしたらあかんね。お、今回キルジョイ選択させていただきました。いいでございますね。あ、やめた、キルジョイをやめるということで、次はこの人フェニックスで、こちらのキザな男フェニックスを選択しております。フェニックスのアルティメットなかなかいい感じでございますから、スキルがなかなかいい感じなので、
かっこいいでございますけれども、自分の分身を作って相手の側の陣地に攻め入ることもできるフェニックス、これは楽しみでございます。さてさてやってきました。どこまで行くか楽しみでございます。 Will she win? We have 57 more minutes。 あと57分でございます。すごい緊張しているピカピー選手。どうでも一発で死ぬんだっけ。あれ、おっとスナイピングのことをちゃんとチェックしているぞ。 She is checking how、oh, there we go, there we go. Thank you for translating. So Do not tell her anything about sniper rifles, everybody. Do not. ということで、ピカミー選手にスナイパーライフルのノウハウを教えないであげてください。はい。なんで、どうしよう。A に行こうと思います。まっすぐ行っております。さあ。今回はショットガンを持ってのバトルでございます。どこまで行けるか、敵を見つけることができるのか。キャッチンファイン、ね、おっと見つけてナイスシャーガンだけどまだ死んでいない。 She hasn't defeated it. よし、 And there we go, we got a kill. That is a kill from Pikamee. 見ましたよ。 We also, that was a nice shotgun Pikamee kill. いい感じでございます。さあまだ5人生き残って3人相手側でございますけれども、敵がなかなか見つかってはいない。 Where is the enemy? おっと右側に全員いるということでございますので、こちら何でしょうか。アイテムを取ってこれでバフでございます。さあ敵残り1名でまさかのパーフェクト。今回このマッチは勝つんじゃないか。 She might actually win this match around。 おージャッジでございます。危ない、オペレーターを狙っているぞ。ピカミオペレーターばっかり狙っているぞ。大丈夫か、大丈夫だろうか。他のチャレンジそっちのけでスナイパーキルを狙っていませんか。ピカミー選手大丈夫だろうか。さあタレット展開しております。ピカミー選手、おここでファイヤーを使って左側にポン、目隠し、敵を撃つことができなかった。残念ながら目隠しミスってしまいました。ですがこちら味方はあと3名、敵はまだ5名生き残っております。 We still have 3 people here. However, enemies still have 4 now. So maybe we still got a chance to win this round as well. このラウンドまだ勝つ可能性はあります。3対3、あ、2対3になっております。なかなかいい感じでございます。This is actually going well. 2 versus 2 now. 2対2になっております。まだ、おっと、こちら最後の一人でございます。This is the last one. Let's see if she can get it. さあ、勝つことができるのか。おっと、ショットガン。ナイスショットガン。Another ショットガン。残念ながらミスったけれども、これは敵は結構ダメージ食らっている。おっと、見えない。We can't see, however, where is the enemy? 敵、おっと、こちらショットクラッチでございます。That is a 2-0 from We might get a straight win. ストレート勝ちを見るかもしれない。おっと、Oh no. スナイパーオペレーターゲットしてしまいました、ピカミー選手。とりあえずピカミー選手だけキルされへんかね。そんなこと願ったらあかんのかもしれないんですけれども、 We shouldn't hope for Pikamee. I want the team to win. However, I don't want Pikamee to get a kill right now. Pikamee 選手やめてください。おっと危ない、まさかミスってしまった。Pikamee 選手こちら危なかった。おっと残念ながら撃たれてしまった。 Pikamee 選手惜しかった。That was so close. Schneiper, family friendly Pikamee. That was a nice save from family friendly Pikamee. Pikamee 選手 SH でその後に EPOS Act 3が言う言葉を言おうとしましたけれども、 Schneiper とギリギリあそちょっとあのファミリーフレンドリーなんで、そういう言葉をあまり使わないように頑張りました。 Pikamee 選手さあ頑張ってほしい。まだ3対2ということで、今回のこちらのラウンドも勝利することができます。スナイパーキリス皆様なかなかうまいでございます。 Everybody is actually really really doing well. さああと時間が、お時間、スパイクが置かれているけれども、スパイクを解除することができるのか。ナイフでツンツンしてる、
ナイフでツンツンしても解除はできない。解答中、解除中、あとは殺されなければいい。相手はゼロだから全然勝った。ピカミー選手。混じりたいと言っておりますピカミー選手。スナイパーキルに目がくらんですぐに死んでしまうピカミー選手。ピカミー選手 wants Pikamee wants to actually join on the fun. However, she's trying to get that sniper kill and actually getting her killed really fast. So she wants to play a little bit safe this round. ということでちょっとピカミー選手は結構前に出すぎる可能出すぎる場合が多いので、今回はもうちょっと後ろからちょっとサポート的な感じでどん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 やっていければいいんじゃないかなと思っておりますけれどもどうなるか。さあまためくらましドン、めくらまししましたけれども入りましたか。誰もいない、残念ながら誰もいないということでございますけれども There is no one here. So let's go ahead and はいはい注意して。さあピカミー選手こちらスパイクを守るということでございます。大丈夫か。なんと残り1名。これはもう勝ってしまうんじゃないか。She will win this round. She won the match. ピカミー選手、敵を見つけられずに GG でございます。And that's one round. あと one match. So あと2マッチで今回のチャレンジは成功になります。 Two more matches. If she wins, she pretty much the challenge is been completed. So 楽しみでございます。さて今回フェニックスなので残念な、フェニックスはもう使用することができません。 She will not be able to use Phoenix。 さあフェニックスを使用することはできませんがどうなるでしょうか。とてつもなく GG でございました。私の財布も GG でございます。ちゃんと結びましたよ財布の紐は。I have pretty much zipped up my wallet. Maybe even lock it. Hopefully, let's try. Let's see if she can get that sniper kill. Sniper kill, どこまで行くか。おっと、まさかツイッチから、ツイッチのチャットで、チュウさんが、こちらの裏方のチュウさんさんが、なんと、ピカミーのメンバーにスナイパーライフルを手に入れたらピカミーに渡すようにと。ピカミーに渡すようにと。なぜ私のプロダクションスタッフまで、プロダクションスタッフまで私に100ドル落とさせようとしているの。 Why is even the production staff want me to drop that $100 to Pikamee? I have no clue. ちょっとちょっと皆さん私に100ドルを支払わせたいと。ちょっとちょっと皆さんおっとやめてください皆さん。さあキルジョイということでございます。おっとピカミなぜか自信が出てきたぞ。あキルジョイまさかのカラーリングマッチということで勝てる気がする。確かに黄色で緑まさにピカミーカラーでございます。さあキルジョスナイパーコールが行っておりますけれども、ちょっと皆さんスナイパー欲しすぎていませんかピカミー選手。ちょっと怖いぞピカミー選手。皆さんなぜ私の味方はいないんでしょうか。 Why is no one on my side? But it's okay for the show. Let's watch. まだピカミー選手がスナイパーキルできるかどうかはまだ分かりませんからね。あと2回で豪華景品がもらえますよ。そうあと2回でなんとおショーティーだ。マウスが皆様に手に入りますんでね、楽しみでございます。さて、おショットガンでございます。おピカミー選手、大きくイエーイと、なかなか素敵でございます。さあ、頑張っているピカミー選手、とりあえずタレントをどこに置くか悩む。さあ、銃撃戦は始まっているピカミー選手。さあ、後ろを確認、後ろから撃たれてもたまったもんではない。さあ味方はもう3人やられてしまっている。敵はまだ1人生きているピカミー選手いけるか。
ピカミー選手、ここで待って、さあプレイングセーフでございます。とりあえず命安心、命第一ということで、ゆっくり敵を狙いながらタレットを設置、セントリーを設置、逃げられない、おっと、されながらまさか撃たれてしまった。マジか。なんと曲がり角にショットガンというのはこのことでございます。すぐに曲がり角でパンを持って走ってぶつかるんではなくて、ショットガンを持ったやつが待ち構えていた。残念でございます、ピカミー選手。 Unfortunately, Pikamee 選手 was running with the bread in her mouth and then unfortunately got shot with the shotgun. Unfortunately, she couldn't have that nice I would say school life anime life ということで、隠れておりましたけれども頭を出してしまいましたからね、残念残念。さあ次、今回は気持ちを切り替えてスペクターで挑むピカミーでございます。攻める側ということでございますんで、ピカミー選手スパイクをドンと置くことができる、タレットを上に置く、こちらで後ろから撃たれても敵が大丈夫ということでございますけれど、おっとドローンが来た、ドローンが来ておりますけれども、なんとバレてしまいました、どこにいるかバレてしまっています。このまま突っ切るか、そのまま後ろに、おっと見えてない、見えてない状況になっております。さあピカミー選手、まっすぐ行くか後ろに行くか、残るか、まさかいないかもしれないということですけれども、撃っている、撃っているということはいるかもしれません。ピカミー選手ゆっくり来ておりますけれども、何かが跳ね返ってきた、いたぞと、敵のことを見つけている、バレている、右から敵が攻撃してきたけど大丈夫か、大丈夫か、まっすぐ行っちゃっていいのか、センサートラップした、トラップワイヤーでぶつかって後ろ見てていいのか、ピカミー選手大丈夫なのか、なんとピカミー選手ゴリ押ししている最中に勝った、怖かったぞピカミー選手、これは1対1でございます、ワンオンワン。さあおっとっとっと、大丈夫か、まっすぐ行くぞピカミー選手、大丈夫か、こちらにセントリーを設置させていただきました、まっすぐ行こう。さあ銃撃戦がスタートしてる、おっまさかのレーザー、危ない、壁越しで撃たれてしまったピカミー選手、これは相手側ナイスでございます。そしてもっとやられたかと思ったらピカミー選手だけがやられてしまってる、残念だ。さあ壁越しで撃たれてしまった、残念、おセントリーがピヨピヨ状態になっている、残念、チアリーダーとして頑張るわ。さあおっとピカミーチアリーダーでございます、 We got Pika Cheerleader、 チアミーでございます、 We got Cheer Me。 さあチアミーが頑張ってみんなのことを応援している最中に勝つことができるのか、2対2でございます。お撃たれてしまいました。さあ最後のチーム、ここでスーパー壁越しで敵のことを狙っているけれども当たることができるのか、残念ながら当てることはできなかった、おーっと敵がいた、ナイスでございます。あ、なんとスパイク、敵を倒すことはできたんですけれども、スパイクが解除されてしまいました。今回スパイクを置かなければもしかしたら勝ってた可能性はありますね。 If the spike wasn't setWe could have actually won here, but unfortunately, they have dismantled the spike, which caused the game, match to lose. But it's okay, we still have the chance to win in this match. さあ、ここでガン待ち。なんとタレットと一緒にこちらを待っている。いない? She is waiting. ここで待っているけれども、ピカミー選手。ここいないのかなって言った瞬間にそういうことでございます。ピカミー選手ここにいないかもしれないと言って移動した瞬間にピカミー選手はやられてしまうというパターンが見えておりますので、ピカミー選手大丈夫か、急いでおります。おっとここでタレットがなくなってしまった、アラームボットも違います、
アラームボットとかの離れてしまっているせいで動いてないんですけれども、こちら気づくのかもしれません。敵残り1名、ピカミー選手何もしてない。The members doing everything. We got cheer me cheering everybody up ということで、ピカミーはもうナイス応援団ということでございますね。チアリーダーチアミーとしてアラームボットを置いたりしてサポートをとりあえずやっております。2対2でございます。ピカミー選手 2vs2 Let's see。 さあピカミー選手こちら待っております。こちらで敵の座を残念ながら見えてないですが、これはタレットが撃っている。敵がいた。これピカミー選手残念ながらもう惜しかった、惜しかったですけれども、残念ながらこちらウィン勝つことはできなかったですが、タレットはいい仕事はしておりました。スパイク設置されております。味方チーム Unfortunately the spike has been planted。 さあ3対5でございます。3対5でございますけれども、勝つことができるのか。敵を裏から攻撃、当たった。2対4、まだ勝つことができるのか。 2vs4、 Let's see if she can still win。 2対4、勝つことができるのか。ギリギリ、残念ながら撃たれてしまった。おざあ、ここで残念ながら負けてしまいました。2対3。ですがこちらマッチポイントとはなっておりますけれども、まだ勝つチャンスはあります。 We have still a chance to win。 2対3、これはおっと、同じところにタレットを置く、何気にとてもいいところではあるんです。あちらのタレット、敵が来たらすぐにリア反応してくれますので、なかなかいい位置ではございます。ピカミー選手こちらの角を守っている。さあ大丈夫か、ピカミー選手待っている。パラノイアが来てしまいました。見えていないけれども大丈夫か。ですがタレットは動いていない、タレットは動いてないということは敵はまだ来ていない。なかなか来ない。おでも味方は1人やられている。敵が2人。こちらピカミーキルを取った。とうとうピカミーキルした。死守ナイスでございますピカミー選手。さあもう1人来る。ピカミー HP がギリギリでございます。大丈夫かピカミー選手。あと4対2でございます。大丈夫かピカミー選手。あと30秒死守すれば勝ちでございます。おっと撃たれている。誰かが撃たれた。あっちから人が来ているんでしょうけれども、グレネードを投げる。これは敵に当たる。おっと残念ながら、残念ながら弾き返ってしまいました。残念。あと10秒、残り1名でございます。なんとツイッチアローがスナイパーキルをしております。ツイッチアロー選手こちらは確実に勝利を取ろうということでスナイパーを渡さなかった。サドンデスでございます。まだまだ勝てる。 We still can win。 さあファントムで敵をやっつけることはできるのか。堅実なタレセントリーを置いての、アラームボットを置いての、アラームボットがチェキン。いい感じに見つけてます。さあこっち側に来るのか。ピカミー選手敵を倒すことができるのか。さあドキドキするぞピカミー選手、ドキドキするぞ。勝てるのか。グレネードを投げた。こちらを確実に守る戦法でございます。敵がいた。危ない。敵はいて、グレネード、おっと、いい感じ。暗いところになっていますけれども、セントリー、おっと、まさかの乱暴打ち。とりあえず打てば当たるだろう。 Being a complete We're doing the Rambo shooting Commando shooting。 とりあえず打てば当てる。おっと危ない。相手も乱暴打ちでございます。さあ敵が撃つことはできるのか。セントリーが壊された。ですが敵がここから来るということは分かっている。おっと、いない。まさかいなかったぞ。もしかしたらセントリーが敵を倒すことができたんじゃないかということでございますけども、さあこちら撃たれた。
とはスパイクセントリー、あのスパイクが設置されなければ、残念ながらスパイクが設置されてしまいました。スナイパーキル、残念ながらミスってしまった。そしてスナイパーキルでございます。スナイパーキルをして、あと1人、残り1名でございます。さあこちら解除することができるのか、解除を解除ちゃんとすることができるのか、敵は出てくるのか、危ない、解除、もう少しで解除完了、解除した、こちらで勝利でございます。ディフェンダーギリギリ勝利、 That was a clutch However win for Pikamee and the team。 これで2回勝っております。あと1回勝利で皆様は多めマウスが贈呈されます。皆様ナイスでございました。 GG、 とてつもなく GG でございました。さあ最後になるのか、最後言うてますけれども、まだこれが最後かどうかまだ分かりません。ピカミー選手 She said This is gonna be the last But we don't know yet It's gonna be the last if they win So we don't wanna speak too fast about If we're gonna win or lose Because that would actually jinx something happening So ちょっとフラグを立ててしまうのですぐにこれ次最後でしょうなんて言ってしまうとちょっとフラグを立ててしまう可能性があるんで、ピカミー選手やっていこうと思います。大丈夫なのか。さあ完全に勝つ気満々でございますけれども、嬉しい、ありがとう。おっと、気が持ち直した、ありがとう。なかなかチャットからのなかなかナイスなコメントが、これが予言する、これが最後ですね。これが最後、おっと、Pikamee is being cocky again. He's like, I'll predict this. This is gonna be the last round. Pikamee, それはちょっとフラグを立てすぎじゃありませんか。スピーディージェットで、スピーディージェットで行っております、Pikamee選手。大丈夫か。これが最後の試合だ。やめろ。Smug me, no. No. フラグを立ててしまったらあかん。フラグ立てたらあかんで、ピカミー No! No! Don't jinx it! ピカミー No! さあ、あーピカミー大丈夫か。おっと、根拠のない自信でございます。ジェットがかっこいいからと自分も上手くなったという、まあですが気は持ちようとは言います、気は持ちようとは言いますけれども、頑張っていこうと思います。さあ、うん、フラグをへし折るものですが、フラグじゃねえから。おっと、フラグじゃないからと言いますけれども、立ててるのはピカミー自身でございます。立ててもね、ポキッと折ってやりませんよ。そりゃ言いますけれども、フラグはポキッと折ると言いますけれども、あの弓矢の矢は一つは簡単に折れるけれども、三つ一緒にやるとなかなか折れないという言い伝えがありましてね、今フラグもね一つ以上立ててるんですよ。一本だけだったら折れるかもしれないんですけれども、三つぐらい立ててしまうと簡単に折れないんですよ。これがそのフラグをどん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 立ててるのはピカミー自身でございます。大丈夫なのか。あ、お、ナイスシュートで、ナイスシュートでございます。おお。さあ、ピカミ。ピカミ強くなった気分と言っときながら、見た瞬間にすぐに後ろに下がった。ジェットでしょ。ジャンプして打った。意味なかったけれどもかっこよかったぞピカミ。さあ、ピカミ選手、3対3になっております。まっすぐ行って敵を倒すことができるのか、目隠ししておりますけれども、ピカミー選手まっすぐ行ってシュンといったらジャンプして、誰もいない、残念、かっこよかったんですけれどもね。 That was a cool action but unfortunately there was no one there。 おっといた、おー、ピカミー選手でも敵をめちゃくちゃダメージ与えたぞ。あれはナイスです、あれはナイスでございました。 That was actually a nice shot. She actually shot them a lot. So that actually was a good support. ピカミー選手、これはナイスサポートでございました。十分敵に当ててたんで、あと一発で死ぬっていうところを味方がちゃんと始末させていただきました。ナイスでございます。さあ、ピカミー選手。いくぜ。
まっすぐ行くことができるのか。行くぜ行くぜ。さあやっぱショットガンを持ったバッキー。さあおっとバレてしまった。とりあえず煙に向かってショットガン、敵を撃つことができた。あれはナイスショットガンである。もう上向いた方がいい。おっピカミーもジャンプ。あーピカミージャンプ撃つことができるのか。あーミスってる。大丈夫かピカミー選手。あー残念ながら撃つことはできなかった。めっちゃいましたけれども、結構ショットガンも当てることはできました。相手はセージはいないんで回復することはできないんですけれども、どうでしょうか。もうおショットガンを当てていく。スパイクも設置したいけれども敵は多い。おここでスパイクを設置している。スパイクを設置した。あとはスパイクを守るだけ。2対3になっております。 2vs3。 カメラをチェックしながら敵がどこからショットガン撃った。さあダブルでショットガン、逃げられないぞって言ってるんですけれども大丈夫。あと2人しかいないけれども相手はあと3人。残念ながら一発。さああと1つ残さなきゃいけないけれども大丈夫か。おここであと1対1に持ち込んだ。あとはスパイクを守るだけ。マシンアームで相手を攻撃。まさかのエースでございます。すげえ。これはすごい。2対0。これは本当にラストマッチになるんでしょうか。フラグを完全にへし折ったのでしょうか。 Let's see. Death flags are being broken. Their flags are all going down. She might win this match. さあこのマッチ勝つかもしれません。おっ残念ながらいきなりすぐに当てられてしまった。ピカミー選手ちょっと強気に出すぎたかもしれません。 Maybe she got a little too cocky. Just ran in and just got shot right away. まさかのここでリバイブを返ってきたピカミー。スーパー使ってこれで大丈夫か。大丈夫かピカミー選手。おっとやっぱり撃たれた。スーパー持ってるからってか、あの無敵ではないんですよピカミー選手。 Just because you have that knife it doesn't mean you are immortal. ですがまあ相手をびっくりさせたということで無駄にはしなかったんじゃないか。3対3でございます。 3vs3。 こちらでガトリングガンで敵を撃ち殺す。当てることができるのか。敵を倒すことができた。回復をす回復アイテムをゲット。敵がいた。当てることができる。残念ができる。こちらで1対1になっている。さあ敵を倒すことができるのか。こちらスパイクをすぐ設置しなくてはいけないけれども撃たれてしまったらアウトでございます。スパイクを設置。あとはスパイクを守るだけ。さあ敵から自分スパイクを守ることはできるんでしょうか。おっとセントリーを置かれている。セントリーを置かれて撃つことは残念ながらやられてしまいました。こちらはもう解除されてしまいますね。 Unfortunately that was a close one, but unfortunately got a just straight up got shot. Nice try でございます。 That was definitely a nice try. さあ今回スパイクラッシュマスターいけるのか、ピカの力を見せることができるのか。アイマジェット、そうですよ。ピカミージェットですよ。選んだのはピカミー自身ですよ。大丈夫かピカミー。さあここでとりあえず守る。視界を塞いできた。これはいい感じに塞いではいるんじゃないか。相手のおっと相手も塞いできた。さあお敵が見えたけれども敵が来ているということを合図する。仕留めたピカミー。ナイスサポートでございました。私馬谷園という言葉が出ました。私もヤバ谷園っていう単語を使ったら妹からそれも古いよおじさん臭いって言われた。まさかの言葉谷園ってつけるだけがもうすでにおじさん言葉になっているとは僕は思いもしなかった。もう残り1名でございます。ですが残念勝ちました。ナイスでございます。マッチポイント、こちらマッチポイントになっております、はい、さあマッチポイント。かしこまりました。 This is a match point. Let's check it out. Let's see. さあ大丈夫かピカミー選手。そこ
大丈夫かピカミ選手。結構強気でぞピカミ選手。ナイスエイ。ピカミ選手ちょっと強すぎです。意味あるかどうかは見てのお楽しみ。誰もオランオラン侍。なかなか面白い単語がどん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 飛び交っておりますけれども、さあ意味ないない侍だった。残念ピカミ。さあ敵がまだ4対3でございます。味方が3人敵は3人。これはラストになるんでしょうか。あ、ですがスパイクはもうすでに設置されている。そして味方が1人やられてしまった。さあスパイクを解除することができるんでしょうか。敵に見つかんないように最後の1人、これはピカミー選手、スパイクを解除することができるんだろうか。ピカミー選手走ってった。残念打たれた。ナイスチャレンジでございましたけれども、残念ながらピカミー選手勝つことはできなかった。ですがまだマッチポイントは続いている。 We still have a match point。 We still have a match point。 楽しんでいただければ嬉しい。ゲームというのは最終的には楽しんだもの勝ちでございます。 Seems like she's enjoying herself. Anyways, if you want to win in a game, at the end, if you enjoy playing the game, that's a win. ということで、さあピカミー選手楽しんでいるということはもうすでに勝っている。誰かがテレポートしている。さあ来るか、設置しに来るか、それとも目隠し打ってきているけれども大丈夫か。敵は来るか来るか、ピカミー当てることができるのか、ドキドキします。 Let's see if Pikamee can actually get a kill here. 残念、相手からスパーンと頭、ヘッドショットでございますね。これはバイパーは俺の嫁にやられましたね。これは確かに上から下に打たれたらヘッドショットされてしまうんでしょうね。ですが4対2でございますんで、まだ勝つチャンスはあります。はい、あと残り1名、残り1名、スパイク味方が解除中ということで解除することができて、これでマッチ終了。これでラストウィン、The チャレンジ成功ということでございます。おめでとうございます。チャレンジコンプリート、 First challenge Spike Rush Master Win ということでね、ナイスでございます。とてもとても良いでございます。素晴らしかった。 That was、 そういうことでございます。豪華景品 HP のマウスでございます。 HP マウスがついてきましたということで嬉しい限りでございます。はい、ということで楽しみでございます。嬉しい限りでございました。はい、ということで今回買ったのはこちら HP オーメンリアクターマウスでございます。Congratulations for the Pika Army as well. They have won the HP オーメンリアクターマウスということで、なかなか素敵なマウスが贈呈されるということで羨ましいでございます。はい、ということで、はい、なかなか楽しみ、すごいマッチでございました。リプレイがあるんで早速ちょっとマッチのリプレイを見ていきましょう。ハイライトの方チェックアウトということで、インスタントリプレイ、なかなかのハイライト見ていきましょう。さあまず最初にこちらが最初のキルを見たところ、ショットガンで敵をやっつける。ピカミなかなか素敵でございました。そしてこちら、もう少しでスナイプキルができるところだったんでしょう。 Almost that was a close one。 残念ながらこちらでスナイプキルをすることができなかった。そしてこちらで撃って敵をキル、なかなか素敵で、ピカミもちゃんと仕事しております。こちらスナイピング、あー、こちらもう少しで当てるところだったんだけど、残念ながらミスったというところでございましたね。そしてこちら解除して勝利ということで、こちらクラッチ勝利でございましたね。3対3のザドンデスのところに勝った。こちらピカミジャンプを駆使してのショットガン、もう少しで相手を切るって選ぶというところで、こちらでキルされたんですけども、ちゃんと仕事はしているピカミ選手。そしてこちら最後の勝利の勝ちということでございます。
はい、というでこちらがハイライトでございました。本当にチャレンジ1スパイクラッシュマスター成功ということで Congratulations again to Pikamee and Pikamee ということで本当におめでとうございます。まだまだあとチャレンジが2つありますので皆さん楽しみにしていただきたいと思います。ということでちょっと一瞬コマーシャルブレイクに入りたいと思いますけれども、今回この配信この番組本当にスポンサーの皆様のおかげで皆様に面白いおかしいこちらの配信を提供させていただいております。そのスポンサーの一人がこちらの EPOS ヘッドセットでございます。 EPOS さんのスポンサーのおかげでこちらの配信を行っておりますけれども、こちらの EPOS さんなかなか素敵な EPOS600 シリーズのヘッドセット素敵でございます。本当につけてしまうとマジで外の音が聞こえなくなるんで声が大きくなっていくんですよ。なのでちょっとあの大きすぎるとちょっと他の人たちに近所迷惑と言われてるんで、ちょっと耳をこう上げて自分の音声調節をさせていただいております。ということですぐに今回次のチャレンジが待っておりますけれども、その前に一瞬ちょっと休憩に入りたいと思います。すぐに帰ってきますね、どこにも行かないでください。 So thank you very much. We're gonna go on the second challenge. However, we're gonna go on a quick commercial break. So don't go anywhere. We will be right back. ということで皆さんすぐに帰ってくるんでStay tuned. じゃあ。ということで皆さん、お帰りなさい。Welcome back to the AMD Streamer Challenge ということで、AMD Streamer Challenge へお帰りなさい。ということで、今回すごい楽しみでございますね。本当に皆さん、早速皆さん、次のチャレンジを見ていく前に、今回もね、こちら EPOS ヘッドセットのことについてちょっと大きく皆様にお伝えしなくてはいけません。本当にありがとうございました。今回の発信スポンサーしてくれてありがとうございます。 EPOS ヘッドセットぜひ皆さん頼してください。あのもしヘッドセット探してたらぜひ EPOS ヘッドセット600シリーズチェックイアウトでございます。ということでなぜ今回 EPOS ヘッドセットについてすぐに話したのかって言ったらちょっとあるんですよ理由が。なのでまあとりあえず次のチャレンジを見てみましょう。 Let's go ahead and check out the second challenge. チャレンジ2はスパイクエキスパートでございます。こちらはマッチ中に5回スパイクを設置するかスパイクを解除するかピカミー選手がしなくてはいけません。チームメイトが設置してもノーカウントでございます。ですが5回設置すればいいということなんで、マッチを勝つか負けるかは別に関係ありません。とりあえず5回設置すればいいということになっておりますので楽しみでございます。そして Let's go ahead and show off the prize. このチャレンジに成功すればこちらでございます。じゃがじゃん、 EPOS601 のヘッドセットがチームメイトメンバー皆様にお支払いというかあげます。皆様にあげるので皆さんぜひ楽しみにしてください。こちらの EPOS ヘッドセット、私も先ほどから皆様にお伝えしてた通りに素敵な素敵なヘッドセットでございますんで、こちらがね配信者の配信ピカーミーの皆様にもね提供できればなと思っております。はい、ということで今回実はこちらのストリーマーの皆様はこちらの PC をも使用しております。こちらの PC HP PC Powered by AMD Ryzen、 こちらの方を使用しております。ジャカジャン HP パビリオンゲーミング15ラップトップ、こちらの方を使用しております。こちらのラップトップの詳細については見てみたい方は amdgaming.gg の方にご確認ください。 Alright、 ということでこちらが今回やってるんですけども、今皆さんチャレンジは、とりあえず皆さんとりあえず getting ready でございます。皆さん準備中でございますので、まあちょっとお待ちしてくださいということでございますけど、前回ねあのなんとスナイパーキル何度かチャンスはありましたね。そのスナイパーキル何度かチャンスあったんですけども、残念ながらね敵がすぐに来るとうわってびっくりしますので、スナイパーキルなかなか難しいんですよ。それでもまあメンバーの味方の人たちは結構スナイパーキルとかも取ってたんでさすがとは思いますけれども、今回ピカミー選手こちらとりあえずスパイクを設置してスナイパーキルをすることができるのか、こちらがちょっと見どころなんじゃないかなと思っております。 So this part it's gonna be really interesting because last challenge Pikamee was almost she almost got a sniper kill but no cigar. Unfortunately my wallet is shut sealed tight. However this challenge though Pikamee can go ahead and set the spike
plant the spike or take away the spike, but also she can kind of get that point and get those snipers rifle as well. And that's a little bit concerning. However, let's see. We'll see if she can pull that off. Technically, if she gets one sniper, at least one sniper kill, she doesn't have to aim for the sniper kill anyway. So that's... We'll see. ということでね、本当にピカミー選手、一回さえスナイパーキルを取れば、もうスナイパーキル目指さなくていいんで、もうさっさとスナイパーキルを取って、普通にプレイするのか、設置しながらスナイプキルを狙うのかっていうところがちょっと楽しみではございます。ほんまにあっという間に終わると、マップ中にスナイプ狙い放題なのかな。いえ、本編のチャレンジが終わったらそこで終了でございますはず。So, for instance, there's a nice question from the chat. So, if they plant the five spikes all right away, does that mean Pikamee has all her time until the match ends for sniping challenge? Oh, yes. So, 裏方にちょっと確認させていただきましたところ、もしもうスパイクを5回設置すぐに終えた場合、もうマッチが終了するのかどうか、チャレンジが勝利に終わってすぐにあのチャレンジが終わるのかっていう確認をしたところ、いやいやいや、マッチが完全に終わるまでスナイピング目指せるよって、裏方に今、イエスとか言われたんで、ほんまに僕の何僕の財布からスパチャを取り出したいんですよね。裏方のみんなも。So yeah, I asked them if that's if they just, you know, be like, okay, match is over, they got the five plants, but they're like, no, no, no. They're like, no, no, no. Pikamee would have all the time to try to get that sniper kill. It seems like even the production staff just wants me to just pretty much open the wallet and then just kind of, you know, throw that red super chat to Pikamee. Literally, there's no one on my side. So that's fun. すごい楽しみでございますね。本当に。ちょっと待って。皆さん、僕のいいとこ見てみたいってコメントで言ってますけど、僕喋ってるだけだからね。いいとこ見てみたい場合は、ピカミーのいいとこ見てみたいっていう場合の方が多いんじゃないかなと思っておりますけれども、皆さんちょっと皆さんやめてください、やめてください。皆さんなんでそういう僕の財布のことに関してね、開くのか閉めるのかみたいな感じの話してるのか全くもって分かりません。今回はピカミーとピカーミーのこのチャレンジでございますから、そっちをもうちょっとねメインでね、チャレンジ成功してこのヘッドセットをゲットできるのかっていうところをもっと注目してほしいところはあるんじゃないかなと僕は思っておりますけれどもね。 To be honest, I feel like, dude, this is a challenge. Everybody should focus on the challenge. It's freaking EPOS headset 600 series. These are really good headsets and pretty, you know, it's not... my super chat's nothing, okay? These headsets are much more important. So why is everybody wanting me to crack open that wallet and concern about my wallet just, you know, being opened and paying that red super chat towards Pikamee than maybe winning the challenge and all the member getting the EPOS 601 headset? It's a great headset. I'm just saying, I can't hear anything when I put this on. The immersion is real. Let's talk about the headset, not my wallet. Okay? 僕の財布より僕のこのヘッドセットのことについてもっと話した方がいいんじゃないかと。赤じゃない。まあ確かに。確かに AMD ですからね。It is AMD Team Red。 そういうことでございますよ。確かにね。 Yes。 そう、 AMD といえばチームレッドでございます。まあ、AMD チャレンジとして AMD のストリーマーチャレンジとしては赤スパチャっていうのはもうめちゃくちゃその通りとは思いますけれども、もういいんじゃないですか、そういうところはね。ビジネス、someone say headset。 そう、ビジネスボットさん、ビジネスボットさんも今回ピカーミーの一員としてチャレンジに参加してるんですけど、このチャレンジに勝てばこちらのヘッドセット601のヘッドセットが当たるんです。なんでね、ね、ね、Yeah, Business Bot is one of the Pikamee that's actually helping Pikamee win this challenge. You should be focused on these headset. ね、このヘッドセットやで。そう、で、そう、レッドセット。あ、ということで、ピカミー、とうとうスタートしているということで、さあ、Let's go ahead and check it
out。 さあピカミ、さあ選んでもらおうということで、なかなかいいですね。あの本当にとりあえず皆さんが得意のものを選んで、私はその後から選ばせていただきますということです。なかなか素敵な素敵な作戦でございますね。あの残りの得がある精神でいこうと思う。なかなか素敵な精神でございます。多分あれでしょうね、あの皆様に得意のキャラを選ばせて、得意のキャラを選ばせてピカミはあのスナイパーキルを頑張って目指していこうということでございますね。 So she's like, oh, let all the everybody else actually choose the favorite strongest characters, and then Pikamee can focus on sniping. So, さあということでね、さあビジネスボットさんも頑張ってくださいということで、皆さんピカミとピカミの皆さん頑張ってください。 All right。さあ楽しみになっております。皆さん、おいいですね、みんな、ま、みんなに頑張ろうとピカミチアミとしてみんなのことを応援しております。 We have cheer me cheering on everybody。 I would love to see someone illustrate cheer me。 Just saying チアミのね、チアリーダーピカミ、チアミをね、誰かイラスト描いてくれると私嬉しいなとは思いますけれども、これは僕の独り言なんでね、皆さんよろしくお願いいたします。さあ早速スタートでございます。さあピカミはポイント貯まってすぐマウスのカーソルをオペレーターにね、マウスのカーソルをオペレーターにつなげてましたからね。ただこちら今回ディフェンダーでございますけれども、スパイクさえ解除すればもうすでにカウントされますね。 So she is the defender right now. Pikamee and Pikamee is the defending team. However, if she actually dismantles the spike, that actually count as one. So we'll see if they actually let themplant the spike so Pikamee can dismantle it, or let's see what kind of strategy they will go through. ということで、どういった作戦になるのか、相手にとりあえずスパイクを設置させて、みんな倒した後にピカミに解除させるっていう作戦もするかもしれないので、どういった感じでやっていくのかっていうのが楽しみでございます。さあピカミ、暗闇の中にずっといるけれど大丈夫なんでしょうか。ピカミ is just in the darkness。 あ、これでバレてしまいました。敵みんないる。 There is everybody there。 めちゃくちゃおましたとりあえず銃撃ったけれども、これいけるのか。ピカミちょっと後ろのみんなに助けて助けてと。さあスパイク設置完了。さああとは敵を全員倒してピカミがスパイクを解除すればいいということでございます。 She is super serious about this ということで、めちゃくちゃ真剣にいけるか。おっ、見えていないけれども大丈夫かピカミ選手。敵のことを倒して、あと2人、あと2人でございます。ピカミとりあえず生き残ればスパイク解除することができます。大丈夫かピカミ、ピカミは死にたくない。さあスパイクを、スパイクを解除してください。ピカミ選手、ピカミ選手、スパイクを解除してください。そちらでございます。ピカミ選手、あ、大丈夫か、大丈夫か、ピカミ選手設置解除することができるのか。こちら早速一つ解除でございます。すごい早い。 That was a speedy super fast dismantling of the spike ということで、なんとスパイク解除早速スタートでございます。結構ギリギリでございましたけれども、皆様ナイスチームワークでございました。 That was amazing teamwork from Pikamee and Pikamee. That was amazing. 頑張って死なずに、おっピカミなんとずっと節約してスナイパーライフルを購入しようという作戦でございます。 She is going to keep that point and buy a sniper rifle. Okay, nice plan ピカミ。さあやられてしまいました。味方一人がやられてしまいました。ピカミ選手大丈夫か。来ている、ピカミ選手来て撃たれている。残念ながら味方がやられてしまった。ファイアウォールでございますですが、バレております。スパイクは設置されておりますけれども、敵は5人、味方は3人。これでいけるのか。暗闇敵を倒すことは残念ながらできませんでした。こちらは残念ながらできなかったですけれども、さあ今回このマッチはできるのか。これは残念ながらできない。これはもう生き残っ
ル作戦した方がいいかもしれませんね。 Maybe they might wanna just try to survive。 とりあえずスパイクが爆発する寸前になっております。これはもうやられてしまうんで一旦戻るっていうのも全然 OK だったかもしれませんね。さあ購入フェージ、フェーズ噛んでしまいました、申し訳ございません。さあオペレーターを購入することは、おっ、ちゃんとオペレーターを購入するんではなく武器を購入してピカミとりあえずこちらのスパイクエキスパートのチャレンジをクリアしてからスナイピングを目指す作戦でございましょうか。 Maybe she is trying to get that spike expert challenge completed so she can focus on sniping。 バレてしまいました、あれを狙って撃つこともできたんですけれども大丈夫か、ピカミー選手位置はバレているけれども味方がやられてしまった。ピカミー選手ちょっと、そうなんです、ピカミー選手逆に生き残った方がいいんです。ピカミー選手生き残った方がいいんですけれども、ピカミー actually wants to survive rather than try to、 残念ながらやられてしまいました。ピカミー選手これがこのチャレンジのことで難しいことが、一人が積極的に攻めてしまうとチャレンジ失敗になってしまう可能性が出てきてしまうということなんですよね。This challenge, the hard part is Pikamee cannot die because she needs to plant or dismantle these spikes. So she can't just go ahead and just do her own original strategy of actually going gung ho. ということで結構積極的にプレイするピカミーなんですけれども、今回この積極的にプレイすることができないっていうことになってるんですよ。おっとこちらでピカミー選手行くことはできるのか、ずっと A に行くということで今回も A に行くか、そしたら今回だけ B になっている可能性も出てくるのでどうなっていくか、さあ見てみましょう、大丈夫か。 NT って見ると僕はナイストライというよりニュータイプって見てしまう私がいるんですけれども、これはちょっと私でございましょうか。さあ位置をバレてしまいました。 They actually know where Pikamee is shooting the wall。 さあ相手の味方が一人やられてしまいました。さあピカミー選手敵がいるかどうか確認していないけれども大丈夫か、ピカミー選手 There's no enemy, let's see。 ピカミー選手敵 A にも B にもいる形になっておりますね。ピカミー選手なんて答え、何をしているんだピカミー選手She blinded herself. Unfortunate, unfortunate. ちょっとピカミー選手これ全世界に放送されてしまっていますけれど大丈夫か、大丈夫かピカミー選手。スパイクが設置された、ファントムを奪う、ナイスでございますピカミー選手。さあファントムを持っている状態でピカミー選手スパイクを解除しに行くことはできるのか。さあピカミー選手残念ながらやられてしまいました。1対3でございますけれども敵を1人倒したけれども残念ながらやられてしまいました。惜しかったでございます。 That was close but unfortunately loses。 ですが大丈夫でございます、負けずっと負けてるからって大丈夫でございます。とりあえず解除か設置さえすればできればいいんでございます。ただすぐに負けてしまうともうアウトになってしまうんで頑張って解除を目指してすぐに負けないことも狙わなきゃいけないっていうところでございます。こっち行ってみるたまにはね。さあわからん、ピカミー選手こっち行ってみるかって言っておきながら結局同じところにいるということでございますけれども、大丈夫かピカミー選手。ハンドガンで位置バレてますね。大丈夫かピカミー選手、ここそこに待ってて大丈夫か。撃たれている味方がやられた、みんな B の方にいるそうだ。 Everybody seems to be around the B area。 さあ B のセクションでございますけれども撃たれているのか。 There's action on both sides、 2つサイド、おっ4対4に持ち込みました。 4 vs 4 There is the drone、 バレた、ピカミー場所バレてしまった。こちら逃げた方がいいかもしれません。ピカミー選手一回下がってまた前に進む。 There's 3 versus 4、 3対4、 2対4になん、さあ勝つことができるか。みんなハンドガンでございます。 Everybody only has a handgun。 さあ
スパイク設置された。2対3でございます。後ろを確認、後ろから敵が来た。すごいかっこいいねって言ってる場合じゃありません。ピカミー選手、ピカミー選手後ろ見てると言っておきながら気を取られてしまいました。ピカミー was like, oh, okay, I'll check the back. Ooh, that's cool. Unfortunately, saw something shiny and she was not looking. Oh, マーシャルを選ぼうとしているピカミーがいる。ピカミー、ピカミー、マーシャルは選んじゃダメだ。ピカミー選手貯めてしまう。貯めるピカミー選手。ありがとう、 Thank you。 なんと味方から、味方がピカミー選手にオペレーターを待て、味方、みんなヘッドセットが There is a headset on the line。 ピカミー選手、ピカミー、皆さんヘッドセットが待ってるんだよ。ヘッドセットが来るかもしれないというところ、 なぜピカミーにオペレーターを渡す。さあピカミー選手、爆発注意でございます。さあピカミー、さあ来ないかもしれないけど、ちょっとずっと見てた方がいいよ。ピカミ選手動きすぎると危ないからね。ピカミ選手、おっとスナイプ切れ、もう少しがっちゃった。あー残念、ピカミ選手こちら残念だ、強いよ。3対多 There were 3 people 3対多けれども、残念ながらせっかくオペレーターもらったのにもかかわらずチャレンジ失敗。こちらとりあえず勝てばもっとマッチを存続させることもできるんで、めっちゃ悔しいんだけど。 If they win they can keep the match going. Let's see if they would do that. ということで勝ち続ければマッチを続けることができる。おっとスパイクを設置されている。全然見えていない状態になっている。大丈夫か。2対3になっておりますけれども、 2 vs 3、せっかく買ってもらったオペ、残念ながら、残念ながら打つ。おっとピカミーのオペを拾って打った。ナイス、あとに2人、あと2人、あーやられてしまった。あと、あーずっと待っている。あーこれは解除することはできない。解除することはできるか、解除すること残念ながらできなかった。あー惜しかった、残念、惜しかったですが、もう少しでスタート。 That was close but unfortunately that was あ、さあオペレーター買うことができるぞ。ピカミー選手、おーって言いましたよ。ピカミー選手、ピカミー選手オペレーター買った。チャレンジはまだ終わっていない。やめとくわ、オッケー。やめとくわと。オッケー、節約ね。オッケー。節約しろと。いいじゃん。え、なぜ？なぜこちら節約したんでしょうか。Why did they save the？ なぜだ？なん、どういうことだ？今回この作戦がどういった作戦なのか全然わからないんでございます。I don't know what kind of strategy they are going. Oh my goodness, there is no one here. 皆さんいない、いない。どうなっている？どっか裏から来るんじゃないか、ピカミー選手。大丈夫か？お、裏から来ているぞ、ピカミー選手。大丈夫か？三対三になっております。Three versus three。みんなのところに行こうとしているピカミー選手。三対三。いい感じでございます。味方がやられたけど敵もやられた。2対2。さあここピカミー選手も敵を1人キルすることができればいいんですけれども、緊張するこのドキドキ感。武器を拾え、ピカミー選手、ピカミー選手武器を拾ってください。ピカミー、ピカップ、ピカップウェポン。残念ながら最後の1人、あピカミー選手残念ながらやられてしまいました。残念、残念でございました。いいじゃん。さあピカミー選手オペレーター購入してください。もう購入してください。 There you go。 ピカミー選手とうとうオペレーターをゲット。さあこれでキルをすることができるのか。 Can she get sniper me？ Can she actually finally get a kill？ Sniper me！ キルを取ることはできるのか。あと一人ゲットすりゃいい。
さあ敵は来るか、敵はすぐ来るか、いないいないよ、敵発見、敵一体か、さあここで待って敵を撃つことができるか、さあ待っているけれども来ない、来ないぞ、3対5になって、あー味方がやられた、さあここでピカミンずっと待ってれば敵が来るかもしれない、さあスナイプキルはできるのかピカミン、 Can we get that sniper kill ピカミン、さあピカミン選手どうだ、来ない、狙いを定めております、ピカミン選手だーっとスナイパーキル取ってしまった、味方も喜んでいる、やったー、いやでもチャレンジがまだ残ってるからな、チキシャー、スナイパーキル取ってしまっ た, ったなんてこったい、ピカミスナイパーキル取ってしまった、ちょっと待ってください、私今からこのコメンテーター中に、コメンテーター中に While this whole thing is happening、 さあやられてしまいましたね、これはやられてしまいましたね、やった、めっちゃ嬉しいんだけど、さあこれで赤スパチャは解禁されたということでございます、 Red Super Chat is now available ということで、あとはスパイクチャレンジ、さあまさかの、まさかのワレック君、ワレック君、ちょっと待って、皆様、皆様、ワレック君、赤いスパチャ、ちょっと、皆さん、スイッチのスイッチのコメントで、スパチャスパチャって言わないの、レッドレッドレッドって言わないの、Stop using that Twitch points、Twitch ポイント、Twitch ポイント使わなくていいよもう、Twitch ポイント使って、強調するんじゃない、赤スパチャ行くぞじゃない、赤いスパチャ行くぞじゃない、Okay so I guess My wallet. なぜスナイパーを未だに渡す why is everybody giving her sniper? なぜスナイパー、あ、待て、もう一キル取ったらもう一赤スパチャとかそういうことはないからな、そういうことはないですからね、おー、まさかスパイ、まさか新たらしいスナイパーキルしている、まさかのスナイパーキルなぜ2本目、ちょっと待ってください、2レッドじゃない、ちょっと待って、それはね、私の財布さんと相談させていただきまして、I need to discuss that rule amongst my wallet, so ちょっと待ってくださいね、私の財布と相談して、ダブル200ドルとか、スナイパーキルするたんびに100ドル増えるとか、そういう話ではありません、皆さん、ちょっとやめてください、皆さん、マッチのことに集中しましょう、Let's focus on the match、チャレンジ失敗するかもしれないんだよ、Everybody, the challenge might not be completed, okay? So, 皆さん、チャレンジ失敗するかもしれませんので、皆さん、チャレンジのこと、皆さん、集中しましょうよ、ね、Let's focus on the challenge, all right? アーマーだけとりあえず買って、ね、行きましょう。チャレンジのことについてね、皆さん、あ、やばい、気にしてください。OK? ナイス。さあ、はい、やめなさい、皆さん。はい。さあ、どうだ？いる？あ、撃ってる、ね、いるかどうかはわからん。おっと、敵いますね。はい、さあいい感じに目隠しすることで、あー、撃つことはできてなかった、残念、目つぶししたのに撃たれていたピカミー選手、 Unfortunately that got shot but 敵も敵を倒している We actually have people、 これはクロスマッチ、これはクロスマッチでございます、どん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 敵をやられているけれども、お、3対1になっております、これはとりあえず勝ちたい、 We want to get that win、 さあ敵が出てくるかどうか、スパイクチャレンジがまだまだ続いております、これはチャレンジの方がまさかの復活、さあ設置させればとりあえず生き残る、ピカミ生き残ってください、ピカミ You gotta survive、 ピカミ You gotta survive、 これは
とりあえずスパイクを設置させて、スパイクを設置させて、お、スパイクの音がしたんじゃないか。さあスパイクさえ設置されればいいんだが、相手は隠れている。お、スパイクが設置された。あとはピカミ、ピカミ大丈夫か、まっすぐ走っちゃって大丈夫か。ピカミ後ろ、後ろちょっと待って、ピカミ、ピカミちょっとダッシュ。さあ敵さえ倒せば解除することができるんですけれども、敵が一人倒されてしまいました。大丈夫かピカミ、ピカミ大丈夫なのか、ダッシュしていっちゃっていいのか、来るのか、大丈夫なのか、ピカミ大丈夫か、設置した。さあ解除する、ピカミ選手解除、これで相手を打って解除。ピカミ打たれたんですが、これ大丈夫、これで2スパイク解除でございます。2スパイクス are done ということで、危なかった、ギリギリでございます。なぜかカーソルが必ずオペレーターに向かっているピカミが怖い。ちょっとピカミ選手、オッケー、なぜなぜカーソルが必ずオペレーターに行く。さあ解除しております。よし、こっから見よう。さあ今回敵も発見、敵が暗闇を出してここから来るかもしれない。ピカミー選手大丈夫か。結構銃撃戦が行われているけど誰もやられていない。 There's all the gunshots but no one has been dead yet。 さあピカミー選手デコイを送り込んで敵がいるかどうか確認。敵がいない、誰もいないぞ、誰もいなかった。 There's unfortunately no one there。 おっ、撃たれているぞ、あそこから敵が撃たれている。 B に向かっている最中でございますけれども、 A に来るかの、みんなと合流する作戦に出た。4対4になっております。 It's 4v4。 ピカミやられてしまうと危ないので、あまりやられないように皆様をサポートするのがベストなんでございます。ピカミ選手、 Can she not die and also help out? This is 政治についていく、政治についていくけれども、ちょっとこちら出したら危ない危ない危ない。ピカミ選手危ないぞ。お、武器を買いいただき、まあと10秒、設置されたけれども味方がやられた。大丈夫か、味方3対3になっております。味方がもう一人やられてしまった。行け、行くかピカミ、大丈夫か、行くかピカミ、よーしピカミ行った、ピカミ、さあ最後の一人になってしまった。もうピカミ行くしかない、ピカミ行くしかない。3対1でございますけども、敵を一人、あー、ミスってしまった。そしてリロード、なんでそこでリロードしてしまう。ピカミ選手、あー、やられてしまった、残念でございます。以上、はい、さあバンダル、次バンダルで向かう、今回最終ラウンドでございます。攻めることができればどんどん設置してしまえばいいのでございます。設置して解除されても設置すればいいんです。なのでこちら一番最初に攻めていなき、攻めていればもう本当に設置すれば終わりっていう感じだったのでいけたんですけれども、最初にディフェンディングをになってしまったのでちょっと難しい状況になっているんですよね。 So unfortunately if she was actually offense first it, no matter if they actually nullify the spike, if she plants the spike it would have count as one spike. So unfortunately because it's defending it's a little bit harder ということで、早速みんな向かっている3対4になっております。何回解除したんだっけ。2回でございます。ピカミー選手、2回と伝えてあげてください。5回解除すればそうなんでございます。とりあえず敵を2人倒して1対4の形にすることができればいいんですけれども、3対2になっております。 3 vs 2、 スパイクキャリアを倒してしまいましたね。スパイクキャリアを倒してしまうと相手がそのスパイクを拾わなくてはいけないんですよ。そのあ、大丈夫か、おっと目隠しにして誰もいない、残念です。後ろからも来る、来てる可能性もあるので、ピカミー選手ちょっと後ろ見てほしいですけれども大丈夫でしょうか。後ろから来てた、やっぱりピカミー選手
I actually was saying Pikamee Senshu, there might be coming from the back, so you might want to actually check your back. And the moment she checks her back, two were there. Unfortunate, unfortunate. ということで残念。後ろからあれにやられたんだね。さあ、やられてしまいました。さあ、やられた。ワンヘッドショットでございます。あと10秒。お、いけるか。なんとクラッチでこちら勝利。まさかのクラッチでございます。That was a close call。スパイクを設置しなかった相手。なぜ設置しなかったのかわからなかったけれども、良かったでございます。2個だっけ？2個でございます。さあ、あとは3つ設置すればいいです。ピカスミー選手。Now she just need to plant three。さあ。死んじまったというか、あの変わったんで、あの何もないんですよ、ピカミー選手。設置してください。はい、ですけど、緊張してるんでね、なかなかあのどういう状態になってるか分かってないというところがあるかもしれません。やっぱ緊張しますからね、はい、だってピカミーのね、あの景品のチャレンジはピカミー選手の、まあ、肩に乗っていると言っても過言ではありませんからね、まあ、あのスパチャのチャレンジが終わったので、あとはピカミーのためにヘッドセットをね勝ち取らなきゃいけないということでございます。さあピカミー選手、お、見えていない、ピカミー選手後ろにちゃんと回ったか、ちゃんと後ろに回った。さあピカミー選手やられずに行くことはできるのか、大丈夫か、ピカミー選手銃を持とう、ピカミー選手、お、スパイクを設置した、スパイクを再設置、これで一つスパイク設置完了でございます。ワンスパイク is done。 しかも敵が4対2ということで、なかなかいい、いいぞ、ナイスピカミー。さあとりあえず相手が来るかどうかを待っている。まだ来ておりません。ナイス設置でございます。とりあえずディフェンディングできるかどうか。残り1名、おっと、勝利、勝利させていただきました。 That was a nice plant ということで、いい設置でございました、ピカミー。さあ plant me、 お、ありがとうございます、ありがとうございますと、ピカミーからの感謝です。ピカミーからの感謝でございました。走るよ、 We're gonna run だよ。さあめちゃくちゃ走っているぞ、ピカミー選手。あと2回でございます。 2 left でございます。はい、さああと2回でチャレンジクリア。これで皆さんヘッドセットがゲットできる、こちらのヘッドセットができる、ピカミー選手。さあフラッシュバンをして、ピカミー選手もさあ壁を展開した。さあ設置をすることができるのか、いけるか、おっと、ナイススニーキングスパイク、スニークスパイク、はい、4つ目でございます。 That was four。 これはいい作戦だ、これはもう完全にいい作戦でございます。 This is actually going according to plan。 This is going according to 計画。 Translator note、 計画 means plan ということで、皆さん計画通りでございます。いい感じでやっております。あと1つ設置すればもうチャレンジ完了。さあいけるか。さあピカミー選手、あと1人、さあ勝てるか、おお、勝った、勝利でございます。あと1回でございます、あと1回でございます。さあ頑張るぜ、いけるか、ピカミー選手。ピカはアルスで行くよ。お、アルスで行くということでございます。いけますか、ピカミー選手。さあ、あと1回同じ作戦がいくかどうかです。Let's see if the plan works the second, third time. Third time's the charm, I guess. さあ、あと3回目、同じ作戦いけるのか。もう完全に歯車通りに動いている。機械的にとりあえずやっていってるぞ。さあ、おっと、やっぱり警戒されております。同じ作戦は通用しないか。Same plan is not working. Unfortunately, they are actually like, yo, I don't want them to do that again. ということでやっておりますけれども、さあ、どうなっていますか。
さあ今回次に A に行くということでスパイク、あ、スパイクゲットでございます。どうぞスパイクをお持ちくださいクイーン。さあレッツゴー、女王様よこのスパイクをお持ちください。マジェスティ please hold this spikes grant us the spike planting and get us our EPOS headset ということでさあ VIP でございます。ピカミさあ完全にガイドされながら誰おっと残念ながらまさかのスナイプされてしまったすぐにスナイピングされてしまった残念でございました。 Unfortunate that was a solid snipe 残念ながら当ててしまったですがまだ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 いけます。いろんなラウンドがございます。あとプラントさえすればいいんで Just one plant Just one plant ポチっておけばいいんで大丈夫でございます。まだ大丈夫、あと1回だから。でもチャンスはいっぱい。そう、あ、One more time, but there's so many chances, so we're not done yet. さあスパイクをこちら設置。これはピカミー選手が設置しているわけじゃありません。いいじゃん。さああとはスパイクを守る。めちゃのけぞっちゃった。 I was like leading myself so alive. めちゃくちゃのけぞったとまるでディオみたいにウリーみたいに完全にのけぞっていたぞということで Maybe she was doing a Dio pose of just completely kneeing back super hardcore さあ頑張っていきます。さあ打つことができるか。スパイクが爆発する寸前でございます。これは勝てるか。つない頭を打つことができた。よしこちら勝利でございます。さああとは逃げて当たらないように逃げるだけ。さあラストまだまだ勝つチャンスはございます。すごい順調でございます。さあ設置することができるか、設置することができるのか。 Let's see if she can plant that spike。 さあ今回こちらからラッシュするか、ラッシュするのか、こちらから作戦をするのか。Are we gonna do that rush again? ここでもラッシュ作戦は成功するのか。さあ、いきます。やっぱ警戒されていた。 They were actually reading this! さあ、ここでだん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 打って、政治の方についていくか、それか B に行くことも、B に行くこともいい作戦になるかもしれませんけれども、大丈夫なのか。 Maybe going to be おーここで暗くなってる。隠れろピカビン。いやー危ない。目隠し、味方を目隠ししてしまった。危ない。 She blinded her own allies but 大丈夫でございます。さあいけるか。ここラッシュ、そこでさあここ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 でとりあえずプラントしてくださいということです。これでラストスパイクドーン、スパイク完了でございます。こちらでチャレンジ成功。スピカーミーのメンバー皆様全員に EPOS601 のヘッドセットがプレゼントされました。コングラチュレーション。はい、ということでじゃあ今からクリアでございます。クリアでございます。じゃあやめとこ、下手なこと言うのやめとこ。I'm not gonna say it. I was gonna kind of add a challenge, but no, no, I should not. I should not. Snipe challenge のことについてなんかもっとなんか言ったろうかなって思ったけど、やめとこう。やめとこう。チームメイトみんな。危ない危ない。スナイプチャレンジとか言うな。スナイプチャレンジとか言うな。だから味方をピカミ、味方をとりあえず目くらましするのをやめませんか。Five more sniper.ちょっと待って、5 more sniper kill。 あ、じゃあ分かった。ナイス。スナイパーキルを5回したら赤スパチャ2ついない。 So if she gets total of 5 sniper kills びっくりした。はい、$200ということで、200ドルということで、あとだから最初今100ドルの赤スパチャが来てますけれども、もしスナイパーキルをあと5回することができれば、あと5回じゃない、あと3回、あと3回、あと3回でもう赤スパチャを追加させていただきましょう。もうワン追加させていただきましょう。So if she gets 3 more sniper kills, so total of 5 sniper kills,
I'll add another red sniper super chat. All right. Let's go. Let's go, everybody. はい、ということで、これをピカミピカミお伝えしてください。これでどうなるか、これでどうなるか見てみましょう。よし。スナイパーキルもできたし、ありがとうスナイパーキルでしょ。さあ、でこれもクリアできたし、もうめっちゃ。さあどうなる。さあどうなる。もう一つの赤スナスパチャをゲットするチャンスはあと3回スナイパーキルと合計5回スナイパーキルすれば、はい、あと合計5回スナイパーキルすれば、ね、赤スパチャ追加です。はい、ということでやってみましょう。はい、なぜ私はこんなことしてるんでしょうか、わかりません。 I don't know why I'm doing this but at the same time これがねピカミーと僕のラストAMD ストリーマーチャレンジではございますのでね、ちょっとやっぱ楽しみに楽しくしたらいいんじゃないかなと思いました。 You know, this is gonna be me, my, me and Pikamee's like last AMD streamer challenge. So I thought, you know, let's make this fun. ということで、これは伝えてはいないんじゃないかな。まだ伝えている、まだ伝わってないな。ピカミー選手まだ伝わってないな。普通にゲームプレイしてるから、まだゲームプレイしてるからまだ伝わってないな。I think she hasn't gotten the memo yet. She hasn't gotten the memo yet. So we'll see. あの多分このマッチにすごい集中してるんで。さあ楽しみ。さあ目つぶしされている。これはもうすでに普通にプレイすることができるので結構いい感じにプレイしてる。おっと目隠し残念ながらできなかったですが、ギリギリスパイクキャリー倒されました。さあピカミー選手あ伝わったぞ。チャレンジに累計スナイパーキル5回残り3回でハイライさんのお菓子パス2つ目をプレゼントマジで。おっとピカミー got the note。やったピカミー got the note。ピカミーとうとう伝わりました。赤スパチャスナイパー行きました。さすがスナイパーミー We have another sniper me。 さああと3回スナイパーキル。お、ちょっと待て、お前オペレーターをプレゼントしようとするんじゃないぞ。おい、おめえらピカミーさん、スナイパープレゼントしようとして、あ、今、あ、ちょっと待てピカーミーからなんとオペレーターがプレゼントされました。ピカーミー giving ピカミー the operator。Oh my goodness。あ、言わなきゃよかった。あの伝わるの早いよ。ピカーミーにも。ピカーミーにも伝わるの早いよ。あっと見えなくなった。ピカーミー。見えなかった。さあスナイパーキルすることができるのかピカーミー。ピカーミーでピカーミー。リロード。All right。さあ。目隠しをして、さあスナイパーキルするか、できるか、ピカミースナイパーキルできるか、見えない、ピカミー、おーっと味方がどんどんやられていく。さあこちらでスナイパーキルを目指すピカミー。 We can see if she can get that sniper kill。 さあ敵が来るか、敵が来ないか。さあ、おー、いない、いないぞ、最後の一人になっている。ピカミー選手ここでスナイパーキルを取ることができる。あっと、さあスナイパーキルを残念ながら取れなかった。危なかったぞピカミー選手、残念ながらできなかった。 Unfortunately。 さあ危なかった。マッチポイントじゃないかこれ。あ、13か。あ、さあ壁抜きされてしまいましたね。危ない。さあもう皆さんオペレータープレゼントするやつ持ってないでしょ。 OK、 No one they don't haveYou know, enough points. あっと、ちょっと、どんだけポイント持ってんね。どんだけあなたポイント、どんだけポイント持ってるなあいつ。誰だあいつ。キスネコさんか。キスネコさんか。Who is gifting? Who is gifting that freaking operator all the time? オペレーターをプレゼントしてるのは誰だ。ちょっとなぜオペレーターをどんどんプレゼントしていく。大丈夫かピカーミー。ピカーミーもうピカーミーもチャレンジ成功したから、もうとりあえずオペレーター渡しまえっていう感じな
ちゃってるんじゃないか。It's like, well, we already have the challenge done too, so let's just give the, you know, sniper to Pikamee. 本当にもうチャレンジはクリアしてるんで、もうどん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 ピカミにスナイパーをね渡していこうかっていうことになっているんでしょうか。いっぱいおるね。はい。さあ、ピカミスナイパーを持って。敵を探すが見つかる。あ、後ろからピカミ、ピカミ後ろにいるぞ。ピカミ選手、 There's an enemy behind you ピカミ、さあピカミ選手大丈夫か。あ、こちらにスパイクを置くということで、ナイス作戦でございます。スパイクさえ置けばあとは敵が、おっと相手からスナイピング、あ残念ながら危ねえ。ありがとうありがとう、殺して やってくれてありがとうございます。キルしてくれてありがとうございました。さあピカミ選手、あとはスナイピングで敵を待つだけ。スナイパーで、おっと危ない、危なかったぞピカミー選手。さあスナイピングを構えて残り1名でございます。ピカミー選手スナイパーを構えて最後の1人でございます。スナイパー、あーった、あーあー当たらない、残念ながら当たらなかった、危なかった、危なかったぞ。ピカミー選手にスナイパーキルを取られるところでございましたけれども大丈夫でした。ありがとう。ふう、危なかった。 That was a close one。 危なかったぞ、すごいすごい。アーマーを買ったことでオペレーターを購入することはできなかったけれども、早くはないぞ、結構いいマッチでございました。マーシャルで行くということで、よしよし、みんなもポイントないのね。 OK OK、 So no one else has enough points to buy operator for Pikamee。 Good Good ということでね、よしよしよし、マーシャルではピカミースナイプキルは取れないでしょう。She would not be able to get a sniper kill with a marshal, so it should be fine. ということで、さあ目隠しして、目隠しも上手くなってきました。ピカミー選手壁を展開して、あ、ラッシュする状態でございます。ラッシュしてスパイクをする、スパイクを置くことはできるのかピカミー選手。さあピカミー選手、さあピカミースパイクを置いた。ピカミー選手こちらでスパイクを置いて、あとはスナイプをキル取るだけ、そしてスパイクもついでに守るだけ。味方がやられて、上にいた、あのドローンはスナイプキルとはカウントされません。 That drone does not count。 OK、 こちらでやられてしまいました。ランイットバックということでやられて、なんと復活させられた、そしてやられた復活したけれども残念ながらやられてしまった。いけるか、敵を倒すこと、全員倒すことができるのか。ハンドガンで敵を倒した、残り1名でございます。敵を倒すことができるか、こちらはスパイクを守ることができるのか、スパイクを守ることができるのか。スパイクは爆発するぞ、クラッチでございます。 That was a clutch。 まだまだ続くぞ。さあオペレーターを変えるぞピカミー。おお、ピカミーオペレーターを購入することができました。これは危ないぞ。ピカミー is able to purchase an operator and that is ちょっと危ない、危ないぞ、やばいと言った方がいいかもしれません。さあスナイプチャレンジは、スナイプチャレンジは続行でございます。スナイプチャレンジ is still going on。 She has an operator that has a high chance of killing someone。これでキルをゲットできるチャンスは増えているけれども、さあ狙っている敵が来るかどうか。おっ、とりあえずいろんなものが来ているけれども全部破壊。とりあえずグレネードも来た。とりあえずもう本当に敵はどん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 いろんなもの投げてきている。ただスキルがどん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 使われていってしまっているんですけれども、う、お、敵一人倒した。また目隠し、どん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 見ることができるか。バリア、味方が一気にどんどんやられてしまった。スナイピングをエイムしながらの逃げられない。お、危ないぞ、ウルト当たるか、当たんなかった。こちらスナイスパイクをセット、あとはスナイプキルをゲットするだけ。だが2対2でございます。大丈夫か、 It's 2x2 大丈夫か。お、あ、危ない、あ、バレた、位置がバレてしまった、危ないぞ。
あー惜しかった、ピカミー選手はあそこ、あー残念ながら違うところに目隠し出してしまった。残念でございます。これがラストでございます。ピカミー選手スナイプキル、まだ2回でございます。 Still 2 sniper kills。 So 僕は心が安心でございます。はい、ということで今回チャレンジ成功ということで、チャレンジナンバー2クリアでございます。おめでとうございます。 Congratulations Pikamee and Pikamee、 Challenge number 2 has been met ということで、今回のマッチはなかなか面白いという面白かったんで、早速リプレイ見てみましょう。 Let's go ahead and check out the replays ということで、今回こちら最初に解除したことなんですけども、最初に味方が最初ちょっと解除して、そしてピカミーが到着して解除したということで、そしてこちらのスナイプキルでございます。スナイプ狙ってのなーって、ここでもうすでに僕の赤のスパチャが取られてしまったということで、みんな喜んでおりますね。ピカミーも飛んで喜んでおりましたからね分かってたんでしょうね。 That's actually hilarious how they were。 そしてこちらでさらにスナイプキルをしたんですけれども、さすがにどんどんスナイプキルをやっていったら、どんどん追加っていうと僕の財布がどんどん悲鳴を上げるんで、さすがに無理っていうことで、こちら解除したということで、そしてこちらラッシュでございます。これが2回成功したんです。 This rush pretty much they did it twice and it worked。 そして残念ながらここすぐにスナイプキルされてしまいましたね。今回こちらでスナイプキルしたらいいよって伝えたところ、こちらでスパイクを設置して、ここでスパイク成功ということで、チャレンジがクリアになったんですけれども、そしてこちらスナイプ狙うんですけど、頑張って当てようとするんですけど、残念ながら当てられなかったっていうことでございました。はい、ということでこちらなかなか僕の心的にもエキサイティング、みんなのエンターテインメントとしてもエキサイティングなイベント、マッチではありました。 This was definitely one match that was actually not good for my heart but also probably entertaining one, so you're welcome ということで、ね、次本当にね大変でございましたけれども、こちら皆様勝ったのがこちらの EPOS ヘッドセットでございます。 So now everybody actually Pikamee member got these EPOS headset. These are amazing headsets. 本当にめちゃくちゃいいヘッドセットで、ぜひ本当にもう全然何も聞こえなくなるぐらいめちゃくちゃいいサイレンス機能もついておりますので、ぜひぜひチェックイットアウトでございます。 EPOS さんスポンサーありがとうございます。ということでチャレンジ3がとうとう次来ますけれども、ちょっと一旦コマーシャルに入りたいと思います。 So we are going to have another commercial break and then we're gonna be checking out the final challenge ということで、早速ちょっとコマーシャルに入っていきますけれども、すぐに帰ってくるのでどこにも行かないでください。 So please stay tuned, we'll be right back. では、はい、ということで皆さんお帰りなさい。 Welcome back everybody ということで、今回すごいマッチでした。私の財布が緩くなってしまうぐらいのマッチでございましたけれども、なかなか素敵なマッチでございました。前回のチャレンジで皆さん EPOS ヘッドセットが当たっております。今回のスポンサーの一人でございます EPOS ヘッドセット、なかなか素敵なヘッドセットなので、皆さんもしヘッドセット新しくしたいとかな考えている方は、ぜひ EPOS ヘッドセットの600シリーズお買い求めしてはいかがでございますでしょうか。ということで、さあ次のチャレンジがやってきてまいりました。 So we are going to do the next challenge ということで、次のチャレンジはこちらでございます。 This is the next challenge、 じゃかじゃん、 Protect the VIP、 VIP を守れということで、前回ピカミーが VIP な気分って言ってましたけれども、今回はガチでの VIP でございます。で、前回ね3回って言ってたんですけれども、 FPS ベテランのオチオン選手でもできなかったんですよ。なんで裏方のプロデューサースタッフたちに、誰だよ3回勝てって言ったやつ、無理だって、3回死んだらアウトとか、プロでも無理なのにお前無理やろっていう話をしたんで、今回は9回死んだらアウトということで、9回死ななければマッチは勝っても負けても大丈夫でございますので、いい感じになっておりますということで、今回のチャレンジの商品
The next challenge's prize はこちらになります。じゃかじゃん、This is the next challenge's prize。じゃかじゃん、HP オーメンシークエンサーキーボードでございます。皆さん、やっぱりキーボードって重要でございますよね。こちらのキーボード、皆様にプレゼントしたい。ということでね。So yes, everybody will be winning an HP Omen sequencer keyboard. So last time's VIP challenge, it was, hey, you need to don't die three times. But that was actually so hard. They went to the drawing table, yelled at the person who came up with the damn rule. And they're like, dude, even Ocean, the FPS god, can't.Do a three death challenge as well. So we changed it to 9 deaths. So that would be a lot more, I think, viable. So feasible. Probably possibility that's higher. So that's the challenge ということでね。本当にね。なんだよ。誰だよ。あのルール考えたやつって思いましたけれどもね。誰だ。ちょっと責任者出せっていう感じではありましたけれども、今回はあの9回ということでね。やはりこちら僕らも大会をやってる最中に多分なんでしょうね、ルールを考えた人は、あのバロラントマニアだったんでしょうね。3回生き残るなんて大丈夫だよと思ってたかもしれませんけれども、ダメですよ。ということでね、まあ楽しみでございます。そしてあの私がさっきのチャレンジ中に言ったピカミが合計5スナイプキルをすると、スパチャをさらに赤スパチャもう一つ追加するという約束、今回も続行でございます。 Also, that challenge that I actually mentioned during the challenge 2, where if Pikamee gets total of 5 sniper kills, right now she has 2, I'll add another red super chat to Pikamee as well. Yeah, let's call it the red sniper chat. That's what we're gonna be calling it. スパチャじゃなくてスナイパーチャットね。スナイパーチャ、赤いスナイパーチャットをPikameeにもう一つやるということは、継続しております、継続します。さあピカミーはキーボードか、それともピカミーの赤スナパスパチャ、どっちを選ぶか楽しみでございます。 I wanna see if Pikamee would wanna choose the keyboard or the red sniper chat, you know, we'll see. Now I'm actually planting a seed of this. そう、あのね、種を植えてます。裏切りという種をね、ピカミーとピカーミーの中でね、植えております。さあどういったヒューマンドラマが今回見受けられるのか楽しみにしております。 I am actually excited to see what kind of human drama. We'll see if Pikamee gonna be giving Pikamee the operator, or maybe they will be like, we want the keyboard first. You can't die. We're not gonna let you go out. We'll see. 本当にね、キーボードが欲しいからピカーミースナイピングしないでって、ピカーミーがちょっとオペレーターを渡すのを躊躇するのか、それともどん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 オペレーターを渡すのか、これはちょっと気になるところでございます。オペレーター渡すなよ皆さん。 Do not give her the operator, alright? やめてください。ということでね、今回ピカミーと HP ストリーマーズが使用しているコンピューター、こちら HP パビリオンゲーミング15ラップトップでございます。なかなか素敵なパワフルなラップトップ、いろんなゲームをすることができます。こちらの情報、どういったスペックなのかっていうのを、詳細を見たい方は amdgaming.gg に行ってください。はい、ということでね、さあもう少しで始まるということで楽しみでございます。 It seems like we are starting soon, so I am super excited. さあ早速見てみましょう。やばい。さあピカミー政治で行くということでね、さあピカミーはやばいと言っております。やばいと言っています。どういったことがやばいのか、ビッグやばい。What is happening? She is saying やばい。ビッグやばいということでございます。ピカミー。さあ、Never give up ということで、どのチャレンジについての、どのチャレンジについての Never give up なんだろう。I'm wondering which never give up. Is she talking about the challenge number 3 or the sniper challenge? I am not sure. Or both. I'm...あ、自分のことを守っていこう。She's saying she's gonna protect herself ということで、新マップ、しかも it's a new map too, so she does not know how to just go. そういうことか。新しいマップということで、まだ慣れていないので、
死んでしまうかもしれないということで頑張ろうと思いますけれども、今すごいやばい状態でらしいでございます。楽しみでございます。さあ、初見マップらしいでございます。 This is her first time trying out this map ということでね、初マップということで、これはちょっと危ないんじゃないか。あ、ビジネスボットさん、あのピカーミーの一人、ビジネスボットさん早速行ってくるということで頑張ってください。そう、今回はピカーミー、グレッグ、そしてキスネコさん、ビジネスボットさん、そしてツイッチアローさん、実は彼ら配信者でもございます。キスネコさんは声優や、コンテンツクリエイター学校の生徒さん、そしてアローさんはエンライフというプロゲーミングチームの一員でございます。なかなかごついメンバーでございますので、楽しみにしていこうと思います。Let's go ahead and check it out. So, yes, exactly. The Pikamee actually has a pretty cool Pikamee. Kiss Neko is actually attending a voice acting slash content creation school. And she, he's actually learning a lot of how to stream and how to play good games. So, and he actually streams a lot of Valorant as well. And also, Arrow...Twitch Arrow, he actually is part of the Japanese pro gaming team and life. So they actually have a pretty cool team in Pikamee. Pikamee の中でなかなか素敵なチームがねございますのでね、なかなか楽しい。そしてビジネスボットさんもね、Twitch チャットの方でも話しておりますけれども、なかなか面白い感じでございます。All right, let's see. さあ、生き残ることができるのか、Pikamee。Pikamee, let's survive. 敵を一人倒した。そして味方が一人やられた。 We have 4x4 4対4でございます。3対4になってしまいました。こちらちょっと危ないぞ。ピカミーちょっとはサポートしないと味方がどんどんやられてしまうかもしれませんですけれども、やられて完全にやられてしまうともうアウトなので、頑張って生き残る。あー、足りない。残念ながらやられてしまった。ピカミー選手こちら残念ながらやられてしまいました。 Unfortunate for ピカミー She has lost a life ということで、新しいマップで全然分かってないピカミー選手、危ない。 New map it's hard、 残念ながらハードでございます。でも敵もどん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 、まだ1回目でございます。9 life ということでね、もう一気に相手に勝たせてピカミーは生き残るっていう手段もあるんですけれども、そういった作戦はあるんですけれども、やるかどうかっていうところがちょっと気になるところでございます。 There are actually other strategy where pretty much let the enemy team win straight and then try to have Pikamee just survive. おっ、ピカミー選手をここで守っていく。お、ピカミー、ピカミーを頑張って守っていこう。撃っちゃってしまった。さあ、まさかピカミー完全に大統領隠れてくださいという状況で、ここ角っこで隠れるという状況になっております。 So she is hiding behind this wall. さあ、要人を皆さん頑張って守っておりますけれども、ピカミー、はいはい、ピカーミー、The Queen, Protect the Queen ということで、女王様を守れということでございますけれども、さあ、隠れてると、ここよと、大丈夫か、一緒に行こうということで、いるかもしれません、ピカミー大丈夫か、こっそりここ行くけど、左から来るかもしれません、スパイク設置完了ということで、スパイク設置されてしまいました、めちゃくちゃ支持されまくっておりますけれども、大丈夫か。She is actually being guided to safety. めちゃくちゃガイドされております。超 VIP なんだけど、すごい VIP でございます。ピカミーのこと、あ、これはもう完全に完全にスパイクは奪わん取らずに生き残る方向、あ、戻れっつって戻れって言われてますね、ピカミー選手、戻れ、すげえ VIP ということで、完全、あ、暗い影を置かれてしまった。大丈夫か、負けたけれども死んでいない、負けたけれども死んでいない。こちらもう確実にスナイパーキルは諦めておりますね。 They have probably given up on the sniper kill and I am relieved. So, これはもうチャレンジを勝とうということでございますのでね、もう僕はご安心でございますね。Do they need to win the match or does she just need to survive? She just need to survive. ということで、生き残ればいいんでございます。なので、
もう負けるだけでも全然 OK、はい、ということでまたまさかの完全に姫様プレイでございます。コンプリートリーし、あー味方が一人やられてしまった。さあ大丈夫か、ピカミー選手どうしたらいいでしょう、どうしたらいいでしょうか。 What does she need to do? さあ待っている、別ゲー、完全に別ゲーになっております。あー味方がどんどんやられてしまっている。 She is losing her A に入っていけということで戻れと、早く早く戻れと、ピカミーピカミー戻ってくれ、さあ走ってくれ、そういうことで用心。さあスパイク設置完了ということで、ピカミー選手を今度は守ろう、そっちに行けと、あっちに行けと、ピカミー選手完全に姫様プレイ、ここよさささささ、もう完全に別ゲーでございます。 This is a completely a different game。 なかなか面白い、壁も展開も完全に引きこもりプレイでございます。 Turtling I never thought I would see Turtling in Valorant ということで、バロラントでまさかの壁プレイ、まさかこういったゲームプレイを見られるとは思いませんでした。なかなか面白い、あとは生き残るだけでいい、あと生き残るだけでいいんだピカミ選手。ただ敵もどん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 攻めていくる。さあピカミー選手怖い、怖がっている。ピカミー選手負けた、これで、あオッケー、 VIP 守られた。おっと撃たれて、撃たれてる、大丈夫か、大丈夫、おっと死んでない、死んでない、危なかった、危なかったぞ、あれは危なかった、あれはカウントされません、あれは危なかった、大丈夫、あれはカウントされません。 That's safe right? That is completely safe。She didn't die? こっちのがいいのかな? She survived! OK! 死んでないっていうことで、死んでないっていうことです。死んでおりません。あ、ちゃんと確認させていただくところ大丈夫でございました。セーフでございます。セーフです。セーフでございます。ありがとう!ハイガイさんありがとう!はい、まあ僕が決めてるわけじゃありませんけどね。I am not the one who's deciding, so... さあ、ピカミたちが、どんどんピカーミーたちがどんどん撃たれているぞ。一人ピカーミー一人がやられてしまいました。さあ大丈夫か、ここよ、あ早く移動してくれと、早く移動してくれと言われてるけど、ピカーミーピカーミー移動することができるのか、走った、ピカーミー走り、さあ走っているピカーミー選手、完全なる姫様プレイ、生き残ることができるのか。そして壁を立てる、これで要塞は完璧でございます。 She has her fortress ready to go。 さあここで生き残るか、味方が一人やられてしまった。さああと3人、ピカミーは生き残る、ピカミーあと2人、さあ生き残ることはできるのでしょうか。さああと35秒でございます。スパイク設置完了。相手多分どういったこと、何が起こってるんだと思っているでしょう。 I'm wondering what's the enemy are thinking。 あそっちに行けということで、ピカミーそろそろ買わないといけないけれども、大丈夫なのか、そのルートに通っていいのか。ピカミー選手、ピカミー選手走れピカミー選手、さあ走って守れピカミー選手、逃げろ逃げろピカミー選手。さあピカミー選手ゆっくりと、ゆっくりとスニーキングミッションを始まっている。こちらはバロラントなのか、完全にスニーキングサバイビングゲームになっております。完全にここよと、とりあえず角で、角っこに隠れとろうと、隠れとろうと。さあここで隠れて、やっと負けたけれども完成でございます。 She lost but we have a これは相手チーム、これはなかなかいけるんじゃないか。あとこれピカミあと8回バーってやられてもいけるんじゃないか。これ勝とうとしなくあと1回ピカミーが、あと1回ピカミーが、あと2回か、あと2回ピこちら成功することができれば、She can focus on sniper killing, right? そういうことです。もしあと2回死なずに敵に勝たせることができれば、あとはピカミーはスナイプキルを目指すことができます。6ラウンド、あ8ラウンド、7ラウンド、スナイプキルを目指すことができます。
So if she survives, or yeah, if she survives two defeats, she can actually focus on sniper killing for 7 rounds. She can focus. めちゃくちゃここの裏にピカミーがいるとは敵は思わないでしょう。なかなか素敵な要塞でございます。This is an interesting fort ということでね。ねえ。さあピカミー選手あと2回。超得意なんだけどこれ。得意って。She's like this, dude. I'm actually good at this. いやピカミー選手。これはあおっと敵が攻めてきている大丈夫かピカミー選手。あ、味方解除中という、解除したらあかん。あ、解除することによって、解除することによって、あ、敵を殺してしまって解除さえしなければいいのだか。They can just kill the enemy and just not touch the spike. あ、勝っちゃった勝っ、あ、勝ってる勝ってる。OK、負けてる負けてる。ナイスです、ナイスです。OK、あと、あと1回、あと1回。1回生き残れば、あと7回スナイプキルをすることができます。If she survives one more match, she can, 顔って、she can start sniper killing. はい、ということで、このことは誰にもピカミーに伝えないでください。Do not tell Pikamee this. Do not tell Pikamee this.ピカミーにこのことは伝えないでください。さあ顔を描いたピカミー願掛けなんでしょうか。頑張れ。また顔作って頑張れって顔作ってる。ああ、遊んでおりませんと。あ、回復ヒーリングを立ちヒーリングしてくださいと戻ってきたぞ。She's like, please heal me. さすがクイーン、女王、完全なる女王アリでございますね。It seems like we're watching like a queen ant watching ants kind of do the job for her, which is interesting. これは、あ、勝ってしまうんじゃないか。すげえ強いんだけど。いや、これはちょっと危ないぞ。大丈夫なのか、勝っていいのか。あとはスパイクを設置させればいいだけなんです。そう、帰ってきた。あとはスパイクさえ設置させればいいので、おかえり。 Now they just need to set they need to let the enemy set the spike. スパイクを設置させればいいんです。 Welcome back, Pikamee. なんかね、あれだよね。 Welcome back, Pikamee. これは相手が、敵が分かってくれるのか、スパイクを設置してくれというこちら分かってくれるか。 Now if the enemy understands、 おっとピカミー撃たれている。危ないぞピカミー、逃げろ逃げろピカミー。危ないぞ。さあ、はい、ということで、さあ相手が設置するのか。ピカミー、相手早くスパイク設置してくれと。 Hurry up and set that spike。 スパイク設置くれ、してくれ。スパイク設置しない、残念。ナイスだけれどもバッドでございます。ナイスナイス、残念。まあ死ななかったからいいんですけれども、 They didn't die so that's good. But オペレーターが変えそうですね。オペレーター変えそうです。 Oh, she's saving up for an operator. オペレーターを変えるために貯めています。みんなみんな理解しておりますね。これ危ないぞ。オペレーターが変えそうですね。力を合わせて、力を合わせて負けようということでございますね。さあ見てみましょう。さあここでピカミーはやられずに、あっ索敵入ってしまった、バレてしまった。ピカミー選手 B に逃げよう。ナイス、理解しているピカミー選手。生き残るために何をすればいいか理解している。She understand what to do to survive。さあここで亀として相手にスパイクを設置させて、スパイク設置完了。あとは生き残るだけだ。Now she just needs to survive。さあ大丈夫か。ピカミー選手、ちょっと後ろに回った方がいいかもしれません。そうかもしれませんね。ピカミー選手ちょっと危ないかもしれません。 It might be dangerous。 どこがいいんだろうね、いい隠れ場所。さあ生き残るためにはどこに行けばいい。おっと味方がここだと言ってくれている。いい感じです。 We know exactly where to go。 すげえ、あそこに行けと。
万全体制、完全にピカミを守るための体制は整っております。で、おっ危ないぞ、はい、こちらはちょっと暗くなって、ここよと、どこに行けばいいかと、ここに、負けたある意味勝ちでございま す, す, す They have won! あとはスナイプキルをするだけでございま す, す, ごいすごい。 Now she can just focus on snipe killing。 スナイプキリン、さあピカミーはここでスナイプキルを目指せばいい。味方もピカミーにオペレーターを渡していけばいい。あ、やばい、あれはアローか、あいつはアローか、大丈夫か。OK、 オペレーターを渡さない、危ない危ない、オペレーターさえ渡さなければいいんです。1回しか死ねないもんね。もうピカミーはもう全部死んでも負けて、負けたら、全部負けたら勝ちでございます。 If Pikamee dies but loses all the way through they will still win。 そう、もうあとはピカミーは死んでも負け続ければもうチャレンジ成功になります。あ、ピカミー自身も、あ、ただ一応一度ちょっと、はいどうぞ、回復、これはすごいぞ、これはすごいぞ、撃たれて帰ってきては回復と理解している。仲間は死なせない。あ、生き返らしてんね、生き返らされてますね。でも大丈夫でございます。あ、位置情報がバレてしまいました。スパイク設置完了、あとは逃げればいい。A に設置されているんで逃げる。あ、でも危ない、敵もここちら来ている。 There's enemies coming in as well。 あとは敵を、残り1名、敵を倒した。あとは逃げる、ピカミー逃げろ、スパイク設置されてるから逃げろ、ピカミー逃げろ、ピカミー There's a spike there she should run。 ピカミー、ピカミー、そこスパイク来てるから危ないぞ、ピカミー死ぬぞ、ピカミー死ぬぞ、ピカミ生き残れるのか、生き残れるの、大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か、ピカミ大丈夫か、ね、危ない、あ、危なかった、ギリギリ生き残った。相手はマジで何が起こってるのか分かってないぞ。 The enemies are like why did they not、Why did they not defuse the spike? あった、オペレーター、あ、でもオペレーター落とされてますよ。 But someone already gave you an operator though, Pikamee。 気づいてない、オペレーター買ったことに興奮してオペレーターくれたことに気づいてないぞ。 She actually does not understand that she act, they gave her an operator, but まあ大丈夫でしょう。誰かいないか、大丈夫、さあ、あとはオペレータータイムでございます。ピカミーは、これはもう完全に負け続けてもいいので、ピカミー can just completely, you know, die. おっと、相手サポ、お前ら、ピカミーさん、ピカミーさんたち、敵の位置情報をピカミーに随一伝えてスナイパーキルさせようとしてるのか。 They're actually...Showing where the enemies are so Pikamee can snipe kill. Is that what's happening? 危ないぞ、ピカミー。ここに敵がいるぞ、ここに敵がいるぞ、ピカミーみたいな感じで伝えられてるのか。大丈夫か、ピカミー。スパイク設置完了した。あそこに敵がいるぞと。ピカミー、あいつら撃ってもいいんだぞ、ピカミー。あー、危ない。あー、危なかったー。危なかったぞ。 That was really close。 危なかった、ありがとうございます、 Thank you very much。 ということでピカミー選手、こちらやられてしまいましたけれども、はい、エースでございます。さあ、危なかったけれども、今回、さあ、あと3回スナイプキルができるのか。オペレーター買うことはできないが、あった、オペレーターが来たぞ。さあ、ピカミー、これがシンププレイということでございます。This is what we call the simp play。 こんちくしょう、ピカミー、やめてくれ、オペレーターをピカミーに渡すんじゃない。Stop giving the operator to Pikamee, please。 さあ、オペレーターが飛んできたぞ、危ないぞ、やめてくれピカミー、危ない。さあ、ナイス、いいね、ナイスナ
さあナイスナイスと言っているけど敵がいる。ほらここよって言ってる、ここよって言ってる。 See? They're like Yo, here, here, there, there's an enemy. ほらスナイプキルはここが一番いいわよって落ちてるじゃないですか。They're telling her where to stand so she can snipe kill. スナイプキル。さあ、たぶない。危なかった。でもまだ生きている。ピカミ。She's still alive. スパイクを設置。スパイクを設置された。さあ、敵がどこにいるか教えるなよ。Do not tell everybody where Pikamee the enemies are. ね。敵が。よし。いやまあ死んでもまあ別にいいんですけれどもね、今回はもう。おっと閉じこもった。僕的には嬉しい限りでございます。 I am actually happy about this but 僕は嬉しいんですけれども、この残り1名は。やめろやめろ、ピカミスナイパーキルをやろうとするんじゃない。 Stop aiming for it。 そしてピカミ、敵がどこにいるか。おっとピカミーのゲスミースマイルでございます。クラッチでございます。イエーイ。よし、あと4回で、あと4回でスナイプキルを取らなきゃいけません。 She'll need to at least get three sniper kills in 4 rounds、so、さあオペレーターまだ継続的に持っているピカミー。さあここよってちゃんとスナイプキルができる、スナイプキルができるところをちゃんと教えているぞ。あそこに立てと、あそこでスナイプキルをしろと。ピカミンやめ、ピカーミンやめてくれるかな。ピカーミン、ピカーミン、ピカーミン、スナイプキルはここよじゃなくてさ、ピカーミン stop be like okay this is where you can snipe kill みたいな。と後ろから敵が来ているぞ。大丈夫か。ここよピカミ、後ろ見てください。ここ後ろ見ろと言われてるんですよ。ピカミ後ろを見てくれと。おっとピカミ大丈夫か。後ろからも敵が来るぞ。ピカミ後ろ見た方がいいぞ。ピカミおっナイス、スパイク設置された。さあピカミスナイプキルを、あー残念ながら左から撃たれた。ピカミ選手ちょっとあの狙うところをね頑張って伝えられてるんですけども、あのうまく伝わっておりませんね。ピカミからはオペレーターが飛んできたぞ、オペレーターが飛んできたぞ、オペレーターが飛んできたぞ。Why would you? Why are you giving the operator her? But 大丈夫大丈夫。あと3回でございます。もうあと3回で3キルは難しいかなと思っております。オペレーターはどん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 飛んできておりますけれども、スナイプキルをしてくれとみんな言っているんですけど、ピカミーはピカーミーのことを思って死なないように頑張ろうとしております。ピカーミー wants Pikamee to snipe kill, but Pikamee actually wants to survive for the Pikamee.Such a loving soul. 本当に優しい限りでございます。ただもうバンバン死んでもいいんで、もうスナイパーをね、スナイパーをもうバンバンやってもいいんです。ピカミー選手、スパイクが設置された。あ、これはいい戦法かもしれません。あー危ない。さあここでピカミーもう少しでスナー狙われている。残念ながらやられてしまった。あそこピカミーずっと狙って撃てば勝てたかもしれません。ピカミーは maybe was able to survive but unfortunately 残念ながら勝てなかった。さあこちらもしかしたら勝とうとしてるんじゃないでしょうか。うまいな、めちゃめちゃうまくない？あーっとこちらやられましたね。めちゃめちゃうまいんだけど。さああと2回でございます。 Two more We got two more。 あと2回でございますけれども、ここで攻守こ、あ、ビクトリーアタッカーの勝利。相手が降参したぞ。ナイス GG。 They forfeited。 They forfeited っていうことで勝った。まさかの相手の降参で勝利になりました。ナイス。なんとなんてこったい。いやーありがとうございます。
ございました。まさかの相手が何が起こってるんやっていうことで、あ、やめた。ってことでね、これで全部のチャレンジよかった、クリアできました、よかったぞ。 So this means all three challenge complete ということで、ね、3つのチャレンジ、達成でございます。そして無事に、よかった、僕の財布はあともう一回開かなくてもよかったでございます。 Thank goodness, thank goodness my walletDidn't have to open again ということで、相手のコウさんありがとうございました。 Thank you for forfeiting enemy team ということで、ほんまにありがとうございました。どうもです、ビクトリーということで、今回皆様チャレンジクリアということで、当たった商品はこちらのキーボードでございます。 So now that they completed the challenge, they actually won these keyboards ということで、こちらのキーボード、 HP オーメンシークエンサーキーボードが皆様に贈呈されます。そしてなんと全てクリアしたということで、 And also because they completed all challenges, こちらモニターの方もプレゼントされるということでございます。 Everybody will get the Pikamee, will get the monitor Omen X25F gaming display をゲットします。おめでとうございます。 Congratulations。 僕が持ってない素敵な素敵なすげーいいモニターでございます。 This is a display that I don't even haveIt's an amazing display. I wish I got one as well. Wink, wink. ということで、本当におめでとうございました。はい。ということで、今回ちょっとリプレイがあるので、どういったリプレイがあるのか、早速チェックしてみましょう。Let's check out what kind of replay we have. ほとんどピカミーが青い壁を見てるシーンばっかりだと思うんですけど、I feel like we'll see all these replays of Pikamee looking at a blue wall. But, こちら、スナイプ。ガー、こちら惜しなかったんですけどもね。That was a close sniper shot, but unfortunately no cigar. そして、こちら横から撃たれてしまったところでもございます。もうみんながオペレーターをピカミーに渡しておりましたけれども、よかったでございます。 Thank goodness she did not get the sniper kill. I feel sad, bad saying this. 本当にスナイパーキル取れなくてよかったっていうと、それはそれでちょっと悪い感じはするんですけどもね。本当にでもまあチャレンジ全部成功ということでね、本当にピカミーとピカーミーの皆様おめでとうございます。 Congratulations ということでね、ほんまにおめでとうございましたということでね、早速ちょっと一旦コマーシャルに入りたいと思っておりますけど、 We were gonna be going on a quick commercial break. ただ最後の最後にもしかしたらピカミー選手とのインタビューがあると思いますので、皆さんどこにも行かないでください。 But we also have an interview, or we'll try to have an interview with Pikamee as well. So don't go anywhere. We'll be right back. And I wanna hear what she thought about this whole event. ということで、このイベントをどう思ったのかっていうのをちょっとインタビューしたいと思っておりますので、皆さんどこにも行かないでください。 Alright, ということでちょっと stay tuned. We'll be right back. すぐに帰ってきますんで、アリュー。はい、ということで welcome back, and we have Pikamee here for a great, great interview. ということで、お疲れ様でした、 Pikamee さん。お疲れ様でした。いや、すごい楽しいイベントだったと思います。もう2ヶ月以上経ってるんだなとはちょっと思っておりましたけども、もうすごい時間が経つの早いなとは思いましたけれども、今回のこのイベントに参加してどう思いました？どんな感じでした？まずめちゃめちゃ早かったなっていうのが一つで、 It was really really fast ですね、本当に。 Yes、 そうそうそう、本当そうですよね。本当に3時間もあるんだって思ったんですけども、まだ1時間しか経ってない感じだに感じるんですよね。 I feel like it's only been like 1 hour, not 3 hours already. Like I feel like time flies by so fast. なんでね、 It was really fast. そう、それで一番最初に、うん、まあちょっと緊張してたと言ってたんですけれども、結構最後らへんはすごい結構楽
楽しくプレイできてくれたかなとは思ったんですけれども、あのなんか変にさっき配信会でもちょっと話してたんですけども、あのなんだろう、スパチャーみたいなのをお渡ししてちょっと変なプレッシャーを与えたかもしれないなとはちょっと思っておりまして、こうそのことに関してはちょっとあの申し訳ないというところはございます。いや全然もうなんかやった赤スパ来るぞみたいな感じになってめっちゃーって感じだったんで、めちゃめちゃ楽しくやらせていただいて、すごくね、楽しい2ヶ月でした。そう、よかったです。そう言っていただけると本当に嬉しい限りでございます。あの本当にこういったイベントに参加されるも結構初ですよね。そうですね、結構こういうのは初めてで、最初ものすごく緊張してて、なんか予想してたらどういった感じになるのかなとか、ちょっと予想してたりとか、もっとすごい真剣にやんなきゃとか、心境どんな感じだったんですか、最初にやるっていうことが決まった時。そうですね、最初はやっぱこういうあれを機会をいただいたわけですから、結構なんていうんだろう、慎重にやんなきゃなと思って、こうシリアスに行く心構えではあったんですけれども、そう、はい、あの一緒にねこうやって皆さんと一緒にプレイする中でやっぱり楽しさの方が勝りまして、そうそれでもめちゃめちゃいつものようにワイワイとできたのでね、よかったでござー、おーおーおー、よかったでございます、おーおーおーってなってますけども、おーのおんのおんのおんの、危ないちょっとバグってる、やばいよ、ビッグやばいが行っておりますよ、ビッグや、皆さんそこら辺はちょっとスルーしてください、危ない、お願いします、危ない okay but also 最初のインタビューした時にちょっと僕自身ちょっと気になったことがあったんですけども、日本語で最初にインタビューして僕が英語で翻訳するっていうのを見た時にどう感じました？ピカミーさん自身も英語喋れるじゃないですか。そこで、はい、僕自身がピカミーさんが言ったことを英語翻訳してる時に、あ、私そんなこと言ってないとかそういうことあったかなって、ちょっと緊張しながら翻訳してたんですけれども、どうですか、そこら辺は。全然なんかピカ全然まだ英語勉強中だから、こういう風になんか英語がすごい上手な人に翻訳してもらえると、なんかそういう言い方もあるのかって感じで、逆になんか新しい気づきとかあったり。そう、英語勉強中って言っても結構ナチュラルネイティブな感じじゃありませんよ。いや先ほどもさっき言ってたんですけど、そう、だいたい日本語と混じって、そう、おおとかがビッグやばいとか、こう日本語が飛び出てきちゃうからいやもうそれがいいんですよ。僕自身も英語と日本語育ってきたんで、僕がちゃんぽんって言うんですけども、英語と日本語をもうミックスして喋るっていう、それが一番喋りやすいんで、I think it's really good that you know you can mix English and Japanese here and there. It was actually pretty nerve-wracking when I was needed to translate English from a Pikamee because Pikamee knew English. So I was asking how she felt me translating English when we were talking. So it's nice to hear that. You appreciate it, so it's not like, I didn't say that. How dare you? He translates stuff like that. So I was a little nervous when I was translating something, when you were saying anything. So I'm glad that you appreciate that too. 本当にありがとうございます。ありがとうございます。Thank you, thank you. はい。そして、最後に、最後って言ってもあと2問ちょっと質問したいんですけども、最初は、この AMD ストリーマーチャレンジが始まる前に、ママドリのギャリーさんがボムズプロジェクトのことに関して、話したじゃないですか。配信の時に僕もその配信発表された時どう思いましたっていうのと、若干今更感はあったんですけど、なんかピカミーさん自身についてどう反応したのかなってちょっと気になりまして。名称変更の件ですか？そうです、名称変更の件でございますもともとピカが今ピカが所属させていただいてる、箱というんですかね、場所がそうですね、ボンズって BOMS でボンズっていう風に今まで発音をしていたんですけれども、はい、
まあ、それがこの度あのいろんな人がね、まあ、ピカを含めボムズと間違えまくった結果ついにそのボムズが公式化してそうな実は僕も最初にボンズを見た時はボムズって呼んでたんですよ。そしてホームページ行ったらボンズって書いてて、あ、ボンズって呼ぶんだってちょっと思ったことがあってなんで、あ、なんでまあやはそれが公式になったのかなっていうところがちょっと思いましたね。面白かったです。ピカ的には、まあ、ずっとあの何度もボンズだよと言われたもずっとボムズって呼んでしまっていたので やったぜっていうのかが一番で、ね、I was right って感じじゃないですか。そうそう私の方が合ってたじゃん。 So it's pronounced bombs not the bones やっぱりボンズじゃんねボンズじゃんボムズだよって思ったんですよね。多分ピカミー自身もこんな感じで思ったんじゃないかなと思っておりましてちょっと話をね聞きたかったなっておりましてママドリ聞いてるか、ママドリ書き継いだよそうですよ皆さん、ボムズですからね、ボムズって言いますからね、まあボンズ、OK ということで、ね、まあ精神的にボムズっていう発音になったことは僕やピカミさん自身含めて良かったなと思っております。ようやくね、それさえ嬉しい、はい、ハッピーニュースでございます。ハッピーニュースでしたね。なぜか謝らなきゃいけないって最初聞いた時は。なんてこったいとか思っておりましたけれども、まあよそういった、まあ、発表でよかったなとは思いました。はい、はい、では、まあ、もっとな喋っていたいなと思うんですけれども、やはり、ちょっとね、まあ、楽しい時間は去っていってしまうということなので最後に、はい、今回こちらに参加していただいて、まあ、その一緒にこの旅路を積んできたピカーミーのメンバーの皆様やそういった人たちに、まあ、一言二言パラグラフどれくらいか言ってもいいのでなんかありますかっていうことで。はい、いや本当に最初はなんか誰か来てくれんのかなと思ってI was pretty nervous like is really someone gonna join my team like that すごいそれが心配でI was really nervous about it そうそうそう、はい、なんだけれども、まあ、こうやってたくさんの人にね、応募してもらってで一緒に戦ってもらって、うんまあ、こういう風にねなんて言うんだろう絆っていうんですかねこうやって一緒にいつも見てくれてる方と一緒に戦えてめちゃめちゃね、まあ、楽しかったしそうそういい思い出になりました。そうよかったです。最後にオペレーターみんな投げかけてましたからねピカミーにそうほらほら literally everyone passed me the operator and I was like I got this time like that and like you know and I was yelling out no stop it stop it stop it stop giving her the operator オペレーター渡すのやめろ言ってたんですけどもねなんかみんなどん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 渡そうとするんでねその結果みんなポイントが枯渇していくっていう変なことになっておりましたけれどもいや楽しいひとときでございました。はい、とっても楽しかったです。よかったです。ありがとうございました。ということで Thank you very much all for watching and also thank you very much Pikamee for actually joining in an interview and also overall attending this event 本当にこちらのイベント本当に参加していただきありがとうございました。そして他にありがとうございます。そして他にも今回こちらの配信スポンサーしていただいた HP の皆様そして EPOS、Secretlab そしてこちらを主催していただいた AMD と Eliphant 皆様本当にありがとうございました。 Thank you very much for all the sponsors HP, EPOS, Secret, Labs and also AMD and Eliphant for actually organizing all this、so、本当にありがとうございました。また次の機会にねこういった感じのイベントがあったらないいなと思います。So, thank you. So, ということで、thank you very much for watching. 皆さん、今日は見に来てくれてありがとうございました。I hope you have a great day or night, whichever time zone you are in. ということで、ありがとうございました。では、また次の機会会いましょう。I hope to see you guys one day again. では、皆さん、バイバイ!